どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナスワンが再びとんでもないことになっている件をちょっと話したいと思います。連日、大ちゃんの映画部屋と、隠れ家の動画のご視聴ありがとうございます。ゴジラマイナスワン、そしてゴジラシリーズのファンの皆様、お疲れ様です。まず一つ告知させてください。明日11月1日金曜ロードショー枠にて、地上波初放送となるゴジラマイナスワンの同時視聴会を開催いたします。開始は21時の金曜ロードショー枠開始に合わせて、いつもより早い20時半からになります。約2年間ゴジラマイナスワンを一緒に応援してくれてありがとうございます。とうとう70周年集大成ですね。アカデミー賞受賞式の時の興奮をもう一度やっちゃいましょう。いつも通りチャット欄はもうすでに開放中です。皆さんの熱いコメントをお待ちしております。もしよかったら概要欄に掲載してある配信先のリンクに飛んで高評価を押していただけると励みになります。こちらの同時視聴会に関しましては、X、YouTube コミュニティで詳細を共有しますので、チェックの方よろしくお願いします。さて、本日の本題に入っていきましょう。ゴジラの盛り上がりがとんでもないことになっていますね。X ではゴジラマイナスワンがエンターテイメントトレンドになり、連日世界各国での再上映に向けてのプロモーションが発信されて、新たな予告編が解禁され、それを見たファンたちがまた情報を発信するなど、まさにゴジラ70周年記念にふさわしい状況になってきました。そしてそんな中でゴジラマイナスワンが再びとんでもない快挙を成し遂げました。ゴジラマイナスワンは公開後から世界中で極めて高い評価を得ており、世界中の映画ファンが参照にする大手映画批評サイトのロッテントマトでは、レビュー解禁直後はスコア 100% 中 100% という驚異的な数字でデビューを果たしました。その後も高評価は続き、オーディエンススコア、批評家スコアともに98という数字を維持したまま、アカデミー賞視覚効果賞を受賞して、さらに大きな騒ぎを巻き起こしました。先日までもその数字は変化をすることはなかったんですが、昨日とんでもないことが起こりました。なんと評論家スコアが1上がり99になったんですよね。否定的な評価をしていた評論家の方が1人意見を変えて、否定的な意見を取り下げたとのことでスコアが上昇したんですが、単純にすごくないですか？時間が経過し、レビューが増えて、スコアが下がることはザラにあることなんですが、上がるというのは初めてのパターンでした。これには非常にびっくりして、思わず皆さんにも共有したんですが、山崎隆監督もびっくりしたようで、こんな感じで共有してくれました。大ちゃん、いつもありがとうというメッセージをいただきましたが、いやいや、こちらこそありがとうございますって感じですよね。本当に面白い映画をありがとうございます、山崎監督。このままもしかしたら100まで行っちゃうこともあるのかもと思ったんですが、リスナーさんがこれぞ名前の通りマイナスワンって感じでいいというコメントをしてくれまして、確かに演技がいいって思いましたね。世界各国での再上映、そして初公開が間もなく始まります。一体どんなことが巻き起こるのか、どんな反応が飛び出てくるのか、非常に楽しみです。個人的に一番期待をしている米国での再上映は11月7日までとのことなので、どこまで成績を上げていくのかしっかりとリアルタイムで追っていきます。米国はもちろんのこと、世界各国での状況は判明次第、また皆さんにも動画で共有していきますね。今後もまだまだゴジラ、そしてゴジラマイナスワンは我々を盛り上げてくれそうです。11月3日はゴジラ70周年記念ですが、何かものすごいことが起こる予感がしています。ゴジラフェスでの発表に期待しちゃいましょう。冒頭でお話しした通り、1日は金曜ロードショーでの地上波初放送です。
どれくらいの人が集まってくれるか予想できませんが、同時視聴会でめっちゃくちゃ盛り上げていくので、ぜひご参加よろしくお願いします。地上波初放送はゴジラマイナスワンの最大の宣伝だと思っています。皆さん全力で楽しんでいきましょう。最後に大ちゃんの映画部屋で過去に翻訳して紹介してきた海外レビューを一挙まとめたので、よかったらちょっとだけでも見ていってください。リスナーさんの中には懐かしいと思うものがあると思いますので、あの時の興奮を思い出してくれたら嬉しいです。それではどうぞ。YouTube チャンネルのシネマディベートのシェラズ・ファルーキさん、ゴジラマイナスワンはゴジラの象徴であるゴジラの映画的出世作の一つである。多くの怪獣映画には一本調子の人間が登場するが、今作にはそれがない。キャストは魅力的で脚本は鋭く、ゴジラが登場するときはイベントだ。スターバーストマガジンのジャック・ボトムリーさん、ゴジラマイナスワンはブロックバスター映画だ。ビジュアル面だけでなく、それ以上に物語面でも絶対に見逃してはならない。轟音とシュル深さと興奮に満ちた映画体験を見せてくれる。 io9.com のジェームズ・ウィット・ブルックさん、今作は政治的要素を観客に明確かつ明白にするために時代設定を見事に利用した。ゴジラマイナスワンはゴジラの映画史上最高の作品というだけではなく、今年最高の映画の一つである。コライダーのチェイス・ハッチンソンさん、巨大な喪失のメタファーにせよ、堅実な怪獣映画としてスリルに浸るにせよ、ゴジラマイナスワンはほとんど間違ったステップを踏んでいない。キングは本当に帰ってきたのだ。 AV クラブのマット・シムコウィッツさん、東宝スタジオの令和時代の最新作ゴジラマイナスワンはゴジラをその原点に戻し、東京を襲う怪獣を新鮮に描いている。映画評論家のデニス・シュワルツさん、熱狂的なスペクタクル。サイファイナウのアントン・バイテルさん、山崎隆監督による怪獣映画のオリジン、戦後日本の廃墟の中で戦時中のトラウマを怪獣で再現している。ルーパー .com のルーベン・バロンさん、今シーズンにかけていたまさに怖くて感動的で超娯楽的な大型ポップコーン映画。ムービーウェブのジュリアン・ローマンさん、ゴジラマイナスワンは歴史的な怪獣フランチャイズの最高傑作に挑んでいる。脚本監督の山崎隆さんは、力強く感情的なテーマでジャンルを超越した怪獣映画の傑作を届けてくれた。バラエティのリチャード・カイバースさん、個人的なドラマの多くはシリアスでハートフルだが、山崎監督は常に我々が B 級モンスター映画の世界にいることを忘れない。アワードウォッチのケビン・エル・リーさん、ゴジラはもう70年も怪獣の王であり続けている。核兵器による破壊のメタファーとして、あるいは日本の観光大使として、ゴジラを愛するかどうかに関わらず彼の多彩さは最大の強みである。ニューヨークムービーグルーのアビー・オファーさん、アクション、サスペンス、ユーモア、そしてハートが適度に盛り込まれた熱狂的で爽快な観客を喜ばせるスペクタクル。メアリー・スーのキンバリー・テラサキさん、ゴジラマイナスワンは私たちが生きている複雑で時に絶望的な時代に必要な映画だ。この映画はより良い明日のために戦おうとする限り常に希望があることを観客に思い出させてくれる。 IGN ムービーのケイティ・ライフさん、大興奮のスペクタクル満載の超大作ゴジラマイナスワンは怪獣王を第二次世界大戦後の日本に出現させて原点に立ち返らせる。ストーリーはキャラクター主導だが、怪獣シーンはエキサイティングで効果的だ。オタクリアクターのジョン・グエンさん、説得力のあるストーリー、ゴジラがゴジラらしく活躍する姿、素晴らしいキャスト、見事な撮影技術のおかげで1954年のオリジナル作品以来最高のゴジラ映画が仕上がった。 We Live Entertainment のアーロン・ノイワースさん、2016年に公開された優れたゴジラ映画であるシン・ゴジラに続くゴジラマイナスワンは、この巨大な怪獣の登場する映画を制作したオリジナルスタジオの投資を誠実に活かしてシリーズを継続できるか判断するための作品である。幸いなことにこの映画は素晴らしいものである。バッドワイソーアギーコミュニティのサラマスニッキーさん、ゴジラマイナスワンはなぜ私たちがこの怪獣に惚れ込んだのか、そしてこの怪獣が存在する宇宙を観客に思い出させてくれる。スクリーンインターナショナルのティム・グリアムソンさん、ゴジラマイナスワンは戦後の日本の不安と悲しみのメタファーとしてのゴジラの原点に立ち返り、感動的なスペクタクルを提供する一方で感情的な停留も感じられる。ジャパンタイムズのマット・シェリーさん、
視覚的にはゴジラマイナスワンは50年代以降のどのゴジラ映画よりもオリジナル作品を連想させる。しかし過去に位置することで現代的な問題を取り上げていることを避けている面もある。しかし娯楽作品として私は満足している。ニールズエンターテイメントピックスのニールポンドさん、ゴジラが倒され続けてもまた復活するように、原爆投下の後でも海底の獣と対峙した後でも、人間の精神力には驚異的な回復力があることを思い出させてくれる。ニューヨークタイムズニコラス・ラポルドさん、脚本監督を務めた山崎隆さんは登場するキャラクターと VFX を見事な手腕で統合している。そして暴力にさらに陰鬱な雰囲気と空気感を与えている。ザ・デイリービーストのニック・シェイガーさん、東宝スタジオの新作ゴジラマイナスワンは、日本の人々が放射線から生まれた巨大生物を正しく理解して表現する方法を知っていることを証明している。ネストル・シュネデスネ・ネストル・ベンタンコールさん、我々はこの映画を大スクリーンで見ることを要求する。ブロックバスター映画の巨大な功績だ。ブルーレイ .com のブライアン・オンドルフさん、突出したゴジラによる大量破壊行為を大胆に表現しながらも、あのような恐ろしい敵に立ち向かう人々を思いやる時間を劇中で見出す要素として、より豊かな感情表現が今作には存在している。ユナイテッドプレスインターナショナルのフレッド・ポベルさん、この映画のゴジラの放射熱線の演出は、映画オッペンハイマーが理論的にゴジラの進化を引き起こした原子爆弾を映像表現で伝えたように、ゴジラの核の力を具体的に捉えてうまく表現している。ミッドウェストフィルムジャーナルのエヴァン・ドッシーさん、古典的なゴジラフランチャイズの要素と強烈でよく練られた人間的視点が融合し、この映画に独自の個性を与えている。サンフランシスコクロニクルのボブ・ストラウスさん、たった69年かかっただけだが、ついに説得力のある人間味のあるゴジラ映画が誕生した。ネオブギークのジョージ・オージさん、マイナスワンのゴジラは再び核兵器の制御不能な破壊を象徴することになった。しかし山崎隆監督はこの映画の比喩的な視野を広げ、ゴジラを戦争全般、つまり動機が理解できない一見止められない死の売人と結びつけるようにしている。ペーストマガジンのイライザ・ゴンザレスさん、ゴジラマイナスワンはディザスター映画として、また人間ドラマとして、それぞれの要素をうまく使い分けることでシリーズ最高傑作の仲間入りを果たした。400リブンマニアのジェフリー・ハリスさん、ゴジラマイナスワンはフランチャイズにとって必要なリセットされた作品だ。脚本監督を手掛けた山崎隆さんは久しぶりに日本の象徴的な怪獣を恐ろしい自然の力として描き、ゴジラという存在を原点に戻した。インバースのエリック・フランシスコさん、ゴジラマイナスワンは1954年の本田四郎監督のゴジラがこのフランチャイズを立ち上げて以来、怪獣映画というジャンルにおいて最も優れた作品の一つであると言っても過言ではないだろう。 CBR のハンナ・ローズさん、人間キャストもゴジラに負けてはいない。この映画には驚異的で信じられない愛すべき演技がそこにある。スラントマガジンのキース・ウーリッチさん、驚異的な破壊行為の数々を披露したゴジラマイナスワンは、ローランド・エミリッヒが手掛けたハリウッド版ゴジラのようなディザスター映画でありながら、才能のある監督による傑作である。ハリウッドリポーターのフランク・シェックさん、ゴジラ映画の中で唯一最後までこちらを飽きさせない作品かもしれない。コモンセンスメディアのジェフリー・M・アンダーソンさん、この見栄えが良くエキサイティングで驚くほど感動的な映画は、舞台背景を第二次世界大戦後の日本に設定し、悲痛な願望と新たな希望の両方を表現することで作品として大きな力を得ている。アイルシートのマイク・マクナガンさん、ゴジラマイナスワンは何十年もの間世界中の観客を楽しませてきた。怪獣映画というものを真摯に受け止め、知性を持ってアプローチすることで正しく表現している。フリッキングミスのロバート・コイダーさん、ゴジラマイナスワンは最大限の感動とスペクタクルを備えた壮大なスケールで展開する異形的作品である。 KCCI のダモン・ファッチさん、ゴジラマイナスワンは間違いなくフランチャイズの中でダントツの最高傑作だ。 K
KUAF パブリックレディオコートニーラニングさん。ゴジラマイナスワンは地に足のついた人間ドラマ、恐ろしい怪獣のビジュアル、一流のサウンドデザインを詰め込んで2023年最高の映画の一つを作り上げた。タイムアウトのフィリップ・デ・セムリエンさん、日本の VFX の魔術師である山崎隆監督はここ数十年で最高の怪獣映画を作り上げた。タオスニュースのリック・ロマンシートさん、山崎監督の映画は感情移入しやすく見応えがある、史上最高のゴジラ映画とさえ言えるかもしれない。バジバのジェイソン・アダムスさん、ゴジラマイナスワンは鑑賞した際に本気で涙を流した初めてのゴジラ映画である。ゴジラ映画では決して人間キャラクターに関心を持たせることができないという長年の不満を原爆の爆発のような勢いで解消してくれた。エンパイアのカンボレ・キャンベルさん、山崎隆監督のゴジラマイナスワンは象徴的な怪獣フランチャイズを爽やかなヒューマニズムとノスタルジックな雰囲気でリブートし、原水爆で生まれた怪獣を戦後という舞台を背景にそのルーツに立ち返らせた。スクリーンアナーキーのジェイ・フルタドさん、ゴジラマイナスワンは間違いなくここ数十年で最高のゴジラ映画であり、おそらく本田石郎監督の1954年のオリジナルに次ぐものになるだろう。スクリーンラントのブリタニー・ウィザースプーンさん、山崎監督のゴジラマイナスワンには魅力的なキャラクターが豊富で、中心となる人間の物語に感情移入しないわけにいかないだろう。ザック・ポープレビューのザック・ポープさん、ここ最近で最も魅力的なモンスター映画、感情的に深い映画であり気になるドラマがある、そして信じられないようなゴジラの破壊を実現している、放射熱線を発射する瞬間が一番好きかもしれない。ワシントンポストのルーカス・トレバーさん、目の保養になりあらゆる意味で楽しい女児誌である。デトロイトニュースのアダム・グラハムさん、人間的なストーリーのレベルでも対策モンスター映画のレベルでも満足のいく作品だ。オースティン・クロニクルのリチャード・ウィテカーさん、ゴジラの生みの親である本田石郎監督が使用した天才的なラバーで制作されたゴジラスーツと黒澤明監督の生きるがゴジラマイナスワンの中には存在している。それはどんなモンスターのマッシュアップよりも強力な組み合わせだ。 3C フィルムズのクリス・パーカーさん、現代のアクションとオリジナルの感覚や精神がシームレスに融合した完璧なゴジラ映画、登場するゴジラは最もかっこいいゴジラであるだけではなく最も極悪で恐ろしいゴジラでもある。ローリングストーンのクリストファー・クルスさん、ゴジラマイナスワンはシェアードユニバースシンドロームに代わるものを提供してくれる、怪獣映画の古典に立ち返った芸術的な作品であり感動をもたらしてくれる初めてのゴジラ映画だろう。できるだけ大きなスクリーンで見よう。ホットボタンのデイビッド・ポーランドさん、これは本当にいい映画だ。観客である私たちが日本国民と一緒になって嘆き悲しむ時間が続く。今作の多くの場面はとても悲しい旅路である。彼らにとってゴジラと戦うことは概念的な問題や道徳的な問題ではなく、生き残るために戦って倒す現実的な問題として表現されている。フリックフィロソファーのメリーアン・ヨハンソンさん、怪獣の王が歴史映画としてリブートされ1954年のオリジナル版の新種で無鉄砲な恐怖に最も近づいた。恐ろしい現実からのお気楽な逃避はこの映画には存在しなかった。ダブルトーストのコーリー・コールマンさん、ゴジラマイナスワンで初めてゴジラを怖いと思った。サンシャイン・ステート・シネプレックスのアラン・フレンチさん、山崎監督はゴジラがまだフランチャイズとして十分な生命力を持っていることを証明している。今作は一人の人間の再生を描くプロット、優れた映像、驚異的なサウンドワーク、軽快なスコアを兼ね備えた名作だ。超大作どころか完璧に近い映画だ。エイジオブザギーク、ヤナモンジさん、監督脚本を手掛ける山崎隆さんはゴジラを怪獣王として、また日本で最も恐ろしい輸出品の一つとして再び王座につかせた。そして山崎監督はスケールの大きな破壊の一方で第二次世界大戦後の日本の感動的なエモーショナルストーリーも描き出している。ブラッディ・ディスカッティングのマット・ドナートさん、ゴジラマイナスワンは怪獣エンターテインメントであると同時に
困難に満ちているこの時代で成功する方法を教えてくれる。その巧みなアプローチによって山崎監督は今後のゴジラ作品の水準を引き上げている。ラウド&クリアレビュー、ヘクター A ゴンザレスさん。山崎隆監督のゴジラマイナスワンは古典的な怪獣を題材にしたシリーズの中でも最も印象的な作品の一つだ。ザ・リーダーのライアン・シュレックさん。政府制度への信頼がかつてないほど低下し、自殺すること、そして死への憧れがネットミームやジョークの餌食となっている今、ゴジラマイナスワンは生きることは素晴らしいことであり、互いを信じるべきだと伝えてくる。こういった軍事要素のある超大作映画は分かりやすく資料深いものであるべきだ。トリビュートニュースサービスのケイティ・ウォルシュさん。山崎監督のゴジラへの取り組みは古典的で、巨大な怪獣を社会批評のメタファーとして利用しています。彼の美学も古典的で、1940年代のレトロなスタイルと最先端の視覚効果を見事に融合させています。フィルムスリート、アラン・ウーさん。ゴジラのファンなら、ゴジラマイナスワンに心を奪われる準備をしよう。期待値を高く設定し、乗り心地を楽しもう。ザ・バージ、チャールズ・プリアン・ムーアさん。監督、脚本を務めた山崎隆さんは、怪獣の王がどこまで進化したかに焦点を当てるのではなく、その起源に立ち返り、オリジナルの神話の素晴らしさをむき出しにした破壊的な物語を語ってくれている。ムービーズ&マンチーズ、クリス・ジョイスさん。これは優れたゴジラ映画の一つである。他の現代的な映画のようなレベルの暴力は含まれておらず、登場人物たちのおかげで私たちに与えられるものは壮観で魅惑的です。オブザーバーのオリバー・ジョーンズさん。ベテランの特殊効果監督でもある山崎隆監督は、ゴジラの物語を戦後の原点に戻し、スペクタクル感を復活させた。パンチ・ドランク・クライテクス、トラビス・ホプソンさん。東宝は原点に立ち返り、ゴジラマイナスワンでゴジラの栄光の真の頂点を極めた。キース・アンド・ザ・ムービーズ、キース・ガーリントンさん。ゴジラマイナスワンは偉大なブロックバスター映画の作り方を教えてくれる。特徴的なスリルと大画面のスペクタクルがある。そしてその要素を際立たせているのは深く根付いた人間のキャラクターたちだ。フリック・フィースト、ケイティ・スミス・ボンさん。ゴジラは70歳だが、ゴジラマイナスワンはこの怪獣がすぐには引退しないことを証明してくれている。ドラムダム、リー・マッコイさん。これほど深みと感情のあるクリーチャー映画は滅多にない。主人公を演じた神木隆之介さんの後悔に満ちた壊れた男の描写は見事である。そしてゴジラはかつてないほど凶暴だ。ミラーギークバイブスネーション、MN ミラーさん。ゴジラマイナスワンにはかつてないほど極悪で凶暴なゴジラが登場するが、どこかしら親近感を抱かせるいいアクションアドベンチャーだ。フリックファンネーション、オースティン・バークさん。史上最高のゴジラ映画というだけでなく、今年最高の映画の一つだ。フィルムインク、カイン・ノーブル・デイビスさん。今作は神話上の怪物とも呼べる怪獣の伝説的な実績に、戦後の人々の忍耐力とハートフルな関係、そして高揚感さえある物語を新たに加えた。ファンダムワイヤー、マヌエル・サンベントさん。ゴジラマイナスワンは魅力的なキャラクターの構築、テーマ性に富んだ物語、そして2時間の巨大なエンターテインメントの間で見事なバランスを保ち、最終的には怪獣映画のサブジャンルに特筆すべき作品となった。シャドウズ・オン・ザ・ウォール、リッチ・クラインさん。この衝撃的な映画は大規模なスケールと小規模なスケールの両方で展開しており、アクション、スペクタクル、英雄的行為、衝撃的なメロドラマ、そして恐ろしいエフェクトが画面に詰め込まれています。ザ・ムービースルース、ミシェル・キツナーさん。山崎隆監督は1954年のオリジナル映画に敬意を払いつつ、現代に取り入れ、哀愁と興奮の完璧な組み合わせを作り上げた。サウスチャイナ・モーニング・ポスト、ジェームズ・マーシュさん。ゴジラ・マイナスワンは壮大な怪獣スペクタクルであると同時に、日本という国の価値を再発見する贅沢な時代劇である。カルチャーミックスのカーラ・ヘイさん。ゴジラ・マイナスワンはハリウッド版ゴジラ映画に見られるような大規模な視覚効果や創造しいキャラクターに頼る作品ではなく、登場人物の成長に重点を置いたレトロなゴジラ映画へと原点回帰している歓迎すべき作品です。フォーブスのエリック・カインさん。今作はどうやって完成させたのか未だによくわからない。 CGI は素晴らしく、主役の怪物は恐ろしい。低予算を感じさせない。
クロム・ザ・フロントロー、マーティ・ルーカスさん。今作は1954年のオリジナル以来、間違いなく最高のゴジラ映画であるだけでなく、現代における偉大なブロックバスター映画の一つである。ロジャー・イベート.com、サイモン・エイブラムスさん。ゴジラ -1 はよく調整されたポップコーンムービーだ。USA Today For The Win、ホーリー・ウッドローフさん。クローバーフィールド以来最高の怪獣映画であり、今世紀最高のブロックバスター映画の一つだ。シネエクスプレス、フィーコ・カンジャーノさん。史上最高のゴジラ映画、真のブロックバスター映画の魔法が大画面で感動を呼び起こします。信じられないほどのアクション、印象的なビジュアル、そして最後に真に機能する人間のメロドラマ、力強い反戦要素、ビールを持って劇場に行きましょう。リノニュース&レビュー、ボブグリムさん。これまで作られたゴジラ映画の中でダントツで最高。トニーベイカーコメディ、トニーベイカーさん。間違いなく今年最高の映画の一つだ。WHBF TV、アワークワットシティーズ、リンダ・クックさん。今作は恐ろしいほど面白いです。プロキシマタンダ、マリオ・アレグレさん。残念な対策映画の公開に頭を悩まされた年にゴジラがスクリーンを凱旋したことは、シリーズ疲労などというものは存在せず、ただ悪い映画疲労があるだけということを十分に証明しているはずだ。ハリウッドよ、もっと頑張れ。ブレックファーストオールデイ、アロンソ・ドゥラルデさん。初めて泣いたゴジラ映画ですが、初めてゴジラに恐怖を感じた映画でもあります。プエルトリコのメディア、エルヌエボディア、フアンマ・フェルナンデス・パリさん。2023年になってもジャンル映画は商業映画の慣例に支配され、芸術的表現の余地がないという考えは根強く残っています。それに挑戦する映画があるとすれば、それはゴジラ -1 です。ボーリング・グリーン・デイリーニュース、マイケル・コンプトンさん。あなたは以前にこのモンスターを見たことがあるでしょうが、これは最高のゴジラです。楽しいアクション映画であり、単なるカオスではない説得力のあるストーリーも備えています。サードコーストレビュー、スティーブン・プロコピーさん。最も印象的なのは語られる物語の感情的な深さです。今作は記憶に残る素晴らしいジャンル映画の一つであり、このチームが今後さらに多くのゴジラ映画を制作し続けることを願っています。ダラスフィルムナウ .com、 ピーター・マーティンさん。巨大生物に少しでも興味があるなら、この映画をできるだけ大きなスクリーンで見てください。人類の未来に少しでも興味があるなら、この映画をできるだけ大きなスクリーンで見てください。ニューヨークタイムズ・ヘラルド紙、ジョナサン・ダブル・ヒックマンさん。この感動的な反戦肖像画が終幕に近づくにつれて、最も厳しい目を持った視聴者でさえ感情的になり、涙を拭うことになるでしょう。ケープコットウェブマガジン、ティム・ミラーさん。今作は嬉しいサプライズでした。ゴジラ -1 は単なる SF モンスター映画ではなく、サバイバル、罪悪感、そして救いを描いた温かい物語なのです。マッドアバウトムービーズポッドキャスト、ブライアン・ギルさん。私の2023年のビンゴカードにはゴジラ映画の鑑賞中に泣くの項目はありませんでしたが、今はここにあります。ショーン・チャンドラートークスアバウト、ショーン・チャンドラーさん。今作は私が今まで鑑賞してきたゴジラ映画の中で最高の作品だと言える。人々と国家が前進することを学ぶ素晴らしい映画です。たまたまゴジラが主な悪役になっているだけとも言える完成度の高い映画です。そして悪役として登場する今作のゴジラは、私が今まで見た中で最も凶悪なゴジラだと思います。キラームービーレビュース、アンドレア・チェイスさん。ゴジラが戦艦を槍のように投げ、東京の街を荒らし回る姿は確かに印象的だが、今作の主な魅力は集団的、個人的な戦争のトラウマから立ち直ろうとする人々の姿である。シティ AM、 ビクトリア・ラックスフォードさん。今作は史上最高のゴジラ映画の一つである。山崎監督は本当に壮大な映画を作るのに9桁の予算は必要ないことを証明した。アイリッシュタイムズ、タラ・ブレイディさん。今作は過去のゴジラシリーズが打ち破れなかった帝国主義への批判、戦後の悲惨な雰囲気、生存者の罪悪感、兵器化された原子力への批判を見事に表現して、今年最高のアクション映画を生み出した。シカゴリーダー、ケイティ・ブラウトさん。今作の最大の魅力はゴジラだが、同様にこの映画の魅力の中心にあるのは PTSD、 戦争の生存者の罪悪感、
そして私たちがこれまでに犯した罪を超えた最悪の存在がゴジラであるということについて、驚くほどエンタメ的に探求して成立させているという部分だ。レイチェルズレビューズネット、レイチェル・ワーグナーさん。鑑賞する前はゴジラ映画が今年の私のお気に入りの映画の一つになるなんて思ってもいませんでしたが、今は私の中で今年のナンバーワン映画になりました。カーモード&マイオズフィルムレビュー、マーク・カーモードさん。今作はドラマとスペクタクル、そして適切なコンテンツのバランスが取れています。物語の中には紛れもない戦争の真実がありました。スキニー・ジョッシュ・スレーター・ウィリアムズさん。今作で山崎隆監督は印象的で実に恐ろしいゴジラのセットプレーを披露しました。そしてとても重要なのは、劇中でゴジラの攻撃の合間に披露された素晴らしい登場人物たちの過ごした時間が本当に魅力的に描写されていることです。本当にいい映画だった。シネガレージ、エリック・エストラーダさん。終戦後の日本人の心の苦しみをこちらに感じさせる魅力的なドラマの含まれたストーリーをアクションの中に包み込んだエキサイティングで完璧な映画だ。カルチャーバルチャーネット、ジェームズ・グリーンバーグさん。今作は世界の社会批評や未来を脅かす核兵器に対する批判やその他の自然災害に対する警告的な側面も持っているが、同時に人の思いが込められた傑作ポップコーン映画です。インセッションフィルム、 J.D. ディランさん。ゴジラマイナスワンは現代で大ヒットする作品がいかにして魅力的なキャラクターとテーマを備えた巨大な叙事詩となり得るかの見本を示しています。 Because everyone else has one、 イラン・プレコフスキーさん。おそらくゴジラマイナスワンは現在発表されているアカデミー賞候補のほとんどの作品と比較しても物語もビジュアルもはるかに優れている映画だ。巨大なモンスター映画でありつつ多くの側面で大成功を収めている。ムービーファイルズ、エリオット・コリンズさん。ゴジラ映画でこれほど感情移入できるとは思っていませんでした。この強烈なキャラクター主導のストーリーは最初から最後まで私を完全に虜にしました。本作のキャラクターたちがいかに優れているかを言葉で語るのは難しいほどだ。タンパベイニュースペーパーズ、リー・ズンペさん。ゴジラマイナスワンは終戦直後という不安定な悲劇的な時代における人間の精神と生存に焦点を当て、共感できるテーマを深く掘り下げていました。驚くほど感動的な物語です。全く素晴らしい。ゴジラマイナスワンは見事なシンクロで信じられないほど細部まで作り込まれています。制作陣のゴジラへの愛情が全てのシーンから感じられます。プロットも素晴らしく非常に包括的でうまく語られていました。キャスト陣はそれぞれの役に入り込み当時の人間性をしっかりと演じて見せてくれます。それにより当時の日本文化についてのリアルな情報を映像から知ることもできます。この映画はあらゆる面で完璧であり、ゴジラファンとしては絶対に見逃せません。ゴジラ映画を知らない初心者にとっても完璧な映画です。全てにおいて見逃すことのできないワールドクラスの映画になっています。この驚異的な映画に携わった全ての人に感謝します。家族との忘れられない映画のひとときを与えてくれ、私たちファンの胸を熱くしてくれました。どうかこれからも続けてください。続編を本当に楽しみにしています。ついにまた新たな東宝映画がドイツの一部の映画館で公開されました。感想は長くなるので箇条書きにすると、1954年のオリジナルに基づいている、とてもいいキャラクター、いいカメラワーク、アメリカで制作されたゴジラ映画作品に比べストーリーがいい、素晴らしい音響と劇伴、続編を望みたくなるエンディング、どの時代のゴジラ映画が好きであろうとゴジラマイナスワンは必ず楽しめます。傑作です。音楽、特殊効果、ストーリー、全てが完璧。ゴジラは自然の力として登場し手を抜きません。伊福部昭さんのゴジラのテーマが再び取り入れられたのも良かったです。エフェクトはより洗練され、テンポも良かった。登場人物たちが画面に登場していると彼らの心の痛みを感じるんです。映画は最後のクライマックスに向けてゆっくりと盛り上がっていきますよ。エキサイティングでカメラワークも良く、ストーリーも良く、役者も良く、CGI によるくだらないエフェクトもなく、不必要なラブシークエンスもなく、不必要にコメディ調でもない。ちょっとスピードが速すぎたり、何かが非理論的だったり、
ゴジラの太ももが太すぎたりするが、そんなことは些細なことだ。この映画のいいところを挙げるとキリがない。時代背景のアイディアが素晴らしい。ビキニ干渉での原爆実験の再現が凄まじいクオリティ。ゴジラの変化も素晴らしい。多くのエフェクトが素晴らしい。当時の人々を演じた俳優たちの苦悩の演技が素晴らしい。小さな子供の演技が素晴らしい。主人公の妻となる人物の演技が素晴らしい。特殊効果も素晴らしい。過剰な愛国心万歳もなく、エンタメに特化している。すべてに隙がない、リアルな感情表現。古い家屋、壊れた家屋、都市破壊が素晴らしい。ゴジラの放射熱線のシークエンスは完璧だ。アメリカ映画にありがちな派手な演出にこだわったストーリーの盛り上げ方、そしていつもしっくり来ないラブストーリーや、理論的でも現実的でもない説明がまかり通り、髪を溶かし不機嫌そうで汚れていない俳優たち、そしてなぜか多すぎる愛国心、そのどれもがこの映画には含まれていない。キャスト陣の演技によって感情や気持ちがよく伝わってくる。幼い子供も泣いたり笑ったり落ち込んだりする姿をうまく演じているし、メインキャラの友人や知人、それからいいアイディアを思いつくちょっとおかしな学者など、いいキャラクターが多く登場する。いろいろなことがあまりにも早く起こりすぎるのだが、そんなことはどうでもよくて、この映画は素晴らしいと言える。今作が公開するまではアメリカ以外の国が制作した日本を含むアジア圏の実写映画がシネマチャートにランクインしたことはほとんどなかった。最後にチャートインしたのは2004年の中国が制作した歴史アクション映画ヒーローだった。ゴジラマイナスワンがまだどうなるかはわからないが、全世界で1億ドルの興行収入に達するかは不透明だ。しかし少なくとも興行収入を稼ぎ続けているし、映画のラストにはクリフハンガーもある。そう、あまり多くを語るわけにはいかないんだ。わかっている。だから皆さんも映画館に行こう。これは必見の映画だ。私はこの映画を 4D で見ることができた幸運な一人です。映画ファンとしての私の人生において素晴らしい瞬間であったという以外、何と言えばいいのだろう。間違いなく 4D 用に作られた映画であり、おそらく史上最高のゴジラである。純粋な傑作だ。全てが知的で繊細。ゴジラは戦争の不条理、復興、生命の力強さを描いた映画の中のアリバイのように感じた。これは本当に素晴らしい映画だ。私にとって今年最も待ち望んでいた映画であり、映画館で見ることができたのは何という喜びであろうか。そしてその機会を得られなかった人たちを心から悲しんでいる。多くの感情と強烈なキャラクターで今作は溢れている。この映画はアメリカの大作映画のほとんどを打ちのめしている。これまでで最高のゴジラだ。ストーリーはとてもドラマチックで、登場人物に思いを馳せることができる。この映画は感動的で知的であり、信じられないようなシーンもある。そのうちのワンシーンは私の記憶に刻まれ続けるだろうし、今後のゴジラ映画をどう見ればいいかわからないほどの衝撃を受けた。ゴジラの存在に至っては特に印象的なシーンのおかげで限りなくインパクトがあると感じた。戦後の日本の文化と歴史を包括的に描いた映画であるという点もとても気に入った。私はこの映画でゴジラという存在を知ったが、なんという発見だろうか。今作は感動的であり、実に恐ろしい。映画はゴジラという存在を見事に昇華させている。ゴジラは怖い。彼は恐怖の体現者だ。ついに伝説に恥じない映画が誕生した。登場人物は愛らしく、映画全体を通して緊張感が支配している。まさに壮大。素晴らしい。今作のゴジラは二つの原爆によって打ちのめされた日本が第二次世界大戦時の恐ろしい経験を示すメタファーの役割を担っている。このゴジラはアメリカの怪獣映画とは一線を画しており、数は少ないが非常に説得力のある VFX シーンが存在する。劇感に関しては信じられないほど素晴らしい。必見だ。類稀な映画。今作の逃れられない恐怖演出は息を呑むほど素晴らしい。私はこの映画を IMAX で見ることができたが、映像は信じられないほど壮観だと断言できる。この映画の脚本は素晴らしく、おそらくゴジラフランチャイズの中で最高の映画だろう。デッドタイムがなく、とてもいい俳優たち、そして人生についての強い道徳的、哲学的メッセージ。間違いなく私のお気に入りの映画の一つだ。ゴジラシリーズのファンであろうとなかろうと、この素晴らしい映画は必見だ。最高のゴジラ映画だ。
70年代から80年代の怪獣を現代の映像技術で蘇らせた素晴らしい作品だ。非常に優れた脚本と魅力的でリアルなキャラクター、カメラワークは素晴らしく、 IMAX のサウンドは特に素晴らしい。この映画は大ヒットするはずだ。基本的に私はゴジラシリーズのファンではない。だからこの映画にはあまり期待せずに臨んだのだが、嬉しい驚きがあった。エンターテインメント性が高く、非常によくプロットが練られている。魅力的な登場人物が出てくるが、ゴジラも魅力的だ。しかもこの映画はゴジラが登場しようがしまいが観客を引きつける。映画館で長く上映されないのが残念だ。イギリスで公開されたゴジラマイナスワンを先ほど見終わったところです。映像はとても美しく、キャスト全員の演技が信じられないほど素晴らしいです。文字通り誰もが完璧です。そしてもちろんゴジラ自身も本当に恐ろしい自然の力として見事に表現されています。もう一度見るのが待ちきれません。先ほどゴジラマイナスワンを見てきました。本当に素晴らしかった。どのシーンも愛すべき場面です。今年は特撮好きのイギリス人にとって素晴らしい年でした。1年の間に新ウルトラマンと今作の両方を映画館で見ることができました。 IMAX で鑑賞しましたが、私を一番引きつけたのは登場キャラクターとストーリーでした。今作はできる限り劇場で見てください。ゴジラマイナスワンは私がここ数年で体験した中で最も驚くべき最高の映像体験の一つに違いありません。今年のやりたいことリストにはゴジラ映画の最後に泣くことは含まれていなかったんですが、今涙が止まりません。今作は演技、演出、視覚効果のすべてが丹念にスクリーン上に表現されています。一つ一つのショットに作り手の愛とメッセージと情熱を感じます。これを読んでいる皆さん、今年映画館で映画が一本しか見られないならこの映画にしてください。久しぶりに本物のストーリーを楽しませてもらいました。ゴジラマイナスワンは見事にやってくれましたよ。映画全体を通して共通のテーマがあり、それはゆっくりと徐々に積み上がり、最終的に大きないい結果を生み出しました。私は皆さんにご自分で映画を鑑賞して、今作の魅力を自分で感じることを心からお勧めします。ゴジラが復活したぞ。私は生涯のゴジラファンです。これまでに作られた全てのゴジラ映画を何回も鑑賞しています。私のお気に入りのゴジラ映画は1954年のオリジナル版ゴジラです。ゴジラマイナスワンはその初代に匹敵するほど素晴らしいです。そして史上最高のゴジラ映画であるだけではなく、2023年の最高の映画の一つになるかもしれません。劇中のキャラクターの物語は見応えがあり、日常を再建するための彼らの戦後の戦いに関心を持ちました。ゴジラ自体は1954年以来登場したことのない方法で登場するんですが、驚くほど恐ろしいです。私が言えるのは今作はただただすごいということだけです。ゴジラファンならずとも必見です。これは私の生涯で最高のゴジラ映画であるだけではなく、ゴジラファンではない人も含め全ての友人に勧めたいと思っています。劇中には思わず興味を持ってしまうような生き生きとしたキャラクターが溢れていて、それがゴジラをより恐ろしくしています。全てのシーンが目的を果たしているため、映画は実際よりも短く感じられます。実用的なエフェクトと CGI がシームレスに融合し、オリジナルのゴジラに忠実でありながら徹底的にハイクオリティなものを生み出しています。ストーリーには明確に起承転結があり、予期せぬ瞬間がいくつもあります。鑑賞後、畏怖の念と清々しい気持ちで劇場を後にしました。私はこの映画が大好きです。ゴジラ映画を見たことがなく、ゴジラと聞くと怪訝な顔をする方にはこれがあなたにとって必見のゴジラ映画ですとお勧めできます。アンサンブルキャストによる素晴らしい演技、胸が張り裂けるような感動的なストーリー、これは史上最高のゴジラ映画ではないにしても今年の最高の映画の一つです。できれば IMAX でぜひ劇場で見てください。史上最高のゴジラ映画、こんなに素晴らしいアクション満載の映画を 4DX で見ることができて幸せです。愛、裏切り、悲しみ、救いのすべてが今作には含まれています。
どのキャラクターも魅力的で、プロットもとても良かったです。必見です。鑑賞してがっかりすることはありません。上映が先ほど終わったばかりです。ゴジラ70周年作品としても、過去作へのオマージュとしても、本当に美しい作品だった。基本的には、シン・ゴジラとはテイストが違い、第二次世界大戦のトラウマをベースにしている。ドラマ、アクション、SF の完璧なバランス。未見の方はぜひご覧あれ。この映画は信じられないほど面白い。悲しんで、高揚して、刺激的で、不条理で、単純に最高のゴジラ映画だ。怪獣と人間の真の姿が描かれている。孤児の少女はゴジラと並んでこの映画の真の主役であり、純粋なドラマのシーンをこれほど巧みに演じ切った彼女は称賛に値する。そしてもちろん映画全体が信じられないほど素晴らしい。映画が始まって数分しか経っていないのにもかかわらず、私たちはゴジラの暴走を目の当たりにすることになる。BGM の有無にかかわらず、アクションシーンは息を呑むほど素晴らしい。ゴジラはシン・ゴジラよりもクレイジーなルックスをしている。私が見たゴジラ映画の中でベスト作品になった。最初から最後まで素晴らしい映像のスペクタクルであり、特にこの映画の金字塔である役者たちを称賛したい。特に神木さんはこの映画の最大のスターでした。あらゆる要素を盛り込んだ映画そのものの演出が、ゴジラが登場した時の絶望の感覚を全て与えてくれる。これまでで最高の怪獣の化身である。私にとってゴジラマイナスワンは、1954年のオリジナルをしのぐフランチャイズの最高傑作である。今、見終わったところですが、素晴らしい作品だと思いました。あらゆる人間模様が効果的に演出されており、登場人物がどんな人間性なのかをしっかりと教えてくれる。ゴジラマイナスワンでは登場人物のことが本当に好きになれます。特殊効果は素晴らしく、多額の予算をかけた他の多くの映画を置き去りにしています。ファンタスティックなサウンドトラック、目に血を宿したゴジラ、破壊の神、とても堂々としていて信じられないようなビジュアル、私はもう降参だ。昨日午後2時の上映で鑑賞しましたが、会場には50人ほどいました。映画は本当に素晴らしかった。ストーリーはわかりやすく、登場人物は魅力的でした。ゴジラは非常にパワフルで恐ろしく、彼の全てのシーンで差し迫った危険を感じました。私のお気に入りのシーンは、ゴジラがメインテーマに合わせて登場するシーンで、体の芯からゾクゾクしました。よし、手短に話します。私の妹はモンスターバースの映画しか見たことがなかったんですが、先ほど感動し涙を流して映画館を後にしました。単純に今年見た中で一番良かったです。まだショックを受けていません。ゴジラの初登場シーンは本当に怖かった。本作は素晴らしい映画であり、私の映画ライブラリーの一部になることは間違いないです。ゴジラマイナスワンが東方の新しいゴジラバースの始まりとなることを祈ります。感動的で美しく生々しい。ゴジラとは本来何なのか。戦争の恐ろしさとは何なのか。そして私たちはいかにして前に進み、より良い未来に向かって生きていく強さを持っているのか、その本質全体が劇中で見事に表現されていた。この映画のゴジラは、なんて堂々として破滅的な存在なんだ。戦争と名誉という日本の帝国主義のモットーがもたらす悲劇的な結果についてのセリフの一つ一つが、オリジナル作品へのリスペクトであり、ゴジラの物語に歓迎すべき要素だった。日本が体験した戦争の恐怖の逸話をプロットにしっかりと盛り込んでおり、戦後のトラウマ、復興、家族という要素が山崎隆監督のオリジナリティを交えて描かれていた。それはまるで本田一郎監督の遺産が新たに書き換えられるのを見ているようだった。復讐に燃える止められない神話の神の復活を見させられたとも感じる。あなたはやり遂げたのだ、山崎隆監督。長い間縮小され、しかし決して捨て去られることのなかったゴジラ映画の要素を新しい観客のために書き直し、作り直した。この映画の要素は1954年のオリジナル以来、ゴジラというキャラクターが必要としていたものだった。他の監督が取り入れようと試みては失敗してきたものだ。今作は当時の人間の現実をとてもうまく物語に取り込んでいて、ゴジラの存在も繊細かつ自然に組み込んでいる。そしてゴジラがずっと登場しなくても映画が成立するほど
完成されている。ゴジラマイナスワンを鑑賞してきました。日本の古典的な怪獣映画をリブートした作品として話題になっていたので興味を持ったんですが、実際に上映されたのは怪獣映画ではなく、戦争を題材にした人間の尊さを示す壮大な叙事詩でした。怪獣ゴジラはこの映画では偉大なマスターピースです。実に恐ろしかった。しかしこの映画で最も重要なのは人間の強さ、仲間を思う気持ち、家族を愛するということの重要さをこちらに教えてくれることです。私はアクアマン失われた王国の 4DX を見に劇場に行ったのですが、あいにくお気に入りの位置が埋まっていて、代わりにゴジラマイナスワンを鑑賞しました。ゴジラの名前を知っていましたが、どんな作品か知らなかったので、いい機会になると思い鑑賞したら大正解でした。人間ドラマが中心のストーリーは退屈な場面が一つもなく、飲み物を飲むことすら忘れました。そしてゴジラは非常に残酷でした。しかしそれと同時にとても悲しい目をしていると感じました。彼も何かを背負っているんだろうと強く感じたんです。今私はここに宣言します。海底の王はアクアマンではない、怪獣王ゴジラです。ゴジラマイナスワンは傑作だ。時代背景は終戦直後であり、ナショナリズムを押し出しすぎることなく、当時の日本の悲惨な状況を描き出し、残酷に時にはコミカルにエンタメとして昇華させている。ゴジラという怪獣は反戦や反核のイデオロギーの象徴であり、この映画にもその主張がもっと組み込まれていると思っていた。だが実際は違った。この映画は怪獣ゴジラのスペクタクルでの興奮と合わせて、必死に戦後を生きる人々の平和な未来を勝ち取るための戦いと悲劇を描いた傑作人間ドラマだった。今日鑑賞してきたので今熱く興奮しています。間違いなくいい映画です。そして最近見た中で最高のものです。タイトルにゴジラが入った映画でこんなことを言うのはクレイジーに思われるかもしれないが、今作には深みがあり、演技も脚本も音楽もいい、プロットの流れも良く、編集も場面演出も素晴らしく、一瞬たりとも退屈させません。通常モンスター映画ではストーリーはアクションシーンの穴埋めに使われることが多いですが、今作では映画に深みを持たせているので実に興味深いです。私はかなり驚いています。特に何も期待していなかったんですが、この映画を見て本当に衝撃を受けました。最後にもう一つ、映画の冒頭シーンのゴジラは本当に怖いです。私が子供の頃にジュラシックパークの T-Rex が囲いから出てくるシーンを見た時に抱いたのと同じ感覚です。必見の映画です。私はゴジラサーガの大ファンではありませんが、ゴジラマイナスワンには衝撃を受けました。ストーリーは私たちがこのタイプの作品で見慣れているものとは明らかに異なります。知的で感動的なストーリーと言葉を失うような本当に印象的なシーンが交互に描かれます。ゴジラはスクリーン上でさらに目立つ権利を獲得し、素晴らしい眺めのショットを提供してくれます。さらにゴジラの様々な攻撃はよく考えられて演出されています。また映画の登場人物たちが実行する様々な計画に対する脚本家の創意工夫にも感激しました。私にとって最初から最後まで完璧です。真の傑作です。日本のゴジラ映画は伝統的なもの、幻想的なもの、そしてドキュメンタリーが魅惑的に融合したものです。ゴジラマイナスワンはゴジラの神話的側面を巧みに探求し、象徴的な怪物に新たな視点を提供します。印象的な特殊効果が視覚的に素晴らしい世界を作り出している。またドキュメンタリー映像の統合により本物らしさが加わります。この作品はゴジラ神話に新たな命を吹き込みながら、日本の文化と歴史を称賛することに成功している。革新性と感動を求める映画愛好家にとっても必需品です。演出が見事なゴジラマイナスワンはハリウッドの大作映画とは対照的に、より精密なスペクタクルを提供し、キャラクターの変化に時間をかけてストーリーを進めています。さらに物語を日本の戦後復興期と当時の地政学的な問題に置き換えるというアイディアは、この映画に非常に優れたリアリズムをもたらしています。ゴジラの登場シーンは短いですが、登場シーンのインパクトは回を重ねるごとに増していきます。
モンスターバースも大好きだが、それとは程遠い作風であり、ゴジラは私たちが映画の中で見たい破壊のショーを提供してくれます。私たちの映画鑑賞における最大の喜びのために全てを破壊します。傑作だ。信じられないほど素晴らしい。ゴジラのアニメーションもアメリカのスタジオと同じ品質、もしくはそれ以上に見える。そしてストーリーに関しては、この映画はこれまでに制作された全てのゴジラ映画を超えています。信じられないほどのスリルを感じることができる。鑑賞することを強くお勧めします。 IMAX 上映を鑑賞して完全に虜になりました。過去のゴジラ作品は見たことがありますが、今作には全く及びません。最初から最後まで緊張感をゴジラ映画で感じたのは初めてでした。ストーリーは素晴らしく、私たちは登場人物に愛着を持ち、ゴジラが恐ろしいので彼らに何かが起こることを恐れます。特殊効果演出は画期的であり、さらにサウンドトラックが最高です。1500万ドル以下の予算でこれだけのことができるとは。この素晴らしい映画を制作した皆様に最高だと言いたい。なんて美しい映画なんだろうか。本当にありがとう。日本の伝統的なモンスター映画の最新作であるゴジラマイナスワンを鑑賞してきました。私はゴジラ作品をこれまで鑑賞したことがなかったんですが、アメリカでの大ヒットのニュースを聞き、興味を持ち映画館に向かいました。そして上映後に私は膝から崩れ落ちました。これは失望のためではなく、あまりにも衝撃的で感動的だったからです。ゴジラという存在は恐怖の象徴として劇中に存在していて、間違いなく恐ろしかった。プロットは王道でありシンプルだが、涙が止まらなかった。そしてキャスト陣の演技に胸を打たれた。特にあれがゴジラとつぶやく女性の恐怖の表情と美しさに一瞬で虜になりました。もう一度見に行きたい。私はゴジラ映画を数本鑑賞しており、ある程度知識はあったのですが、ゴジラマイナスワンのマイナスワンという言葉の意味が気になり、今作を劇場に鑑賞しに行きました。そこで私は嘘をつかれた。これのどこがマイナスなんだ。映画としてはプラスしかないじゃないか。こんな感動的な映画にマイナスをつけてはいけない。ゴジラプラスワンにするべきだ。スペインには怪獣映画はおろか、モンスターが出てくる映画もほぼ存在しない。こんな映画を制作できる環境の日本が羨ましいと感じた。ゴジラマイナスワンは今公開されているどのハリウッド映画よりもエンターテインメントを忠実にこなしていると思う。これは現代における映画の教科書だ。ゴジラの映画はハリウッドが制作したモンスターバースのシリーズしか見たことがなかったんですが、今作は鑑賞して正解でした。私はゴジラを巨大トカゲの怪物が暴れているというぐらいの認識しかなかったんですが、今作を鑑賞して考えが変わりました。あれは間違いなく絶望そのものです。東京の街の真ん中でゴジラがビームを放つのですが、あれが私の住む街で起きたとしたらと想像して恐怖に震えました。ゴジラマイナスワンはここ数年内で制作されたアメリカのどの怪獣映画よりもはるかに優れている。その最大の理由は人間のキャラクターだ。カリスマ性があり、よく練られた登場人物たちは彼らの身に起こることを気にかけさせ、不安や悲しみをこちらに共有してくる。今作は低予算を最大限に生かし、50年代のクラシックなスタイルをアピールした素晴らしいデザインのゴジラが登場する。エモーショナルで崇高な音楽と政治的社会的背景に包まれたこの作品は、映画史上最も有名な怪獣映画の最高傑作の一つである。今年映画館で鑑賞した最初の映画でしたが、あまりにも壮大でした。映像と劇感はゴジラ映画の最高点にあり、怪獣映画の弱点であるストーリーは非常に良かったです。ゴジラマイナスワンは第二次世界大戦後の日本を描いた珠玉の作品であり、残酷であり幻想的なドラマであり、メロドラマでありつつ、国家の復興を描いた最高の作品である。 4DX でのゴジラマイナスワンの鑑賞は最高の体験だった。今作は初代ゴジラとジョーズを組み合わせたような反戦ドラマであり、人生を刻む悲劇の渦中にいる登場人物たちに共感できるよう、それぞれのシーンでの出来事が深く胸に突き刺さってくる。残酷な世界を描いたプロットだが、紛れもない傑作だ。今作は初代ゴジラへのオマージュをより手の込んだドラマとミックスさせて巧みに結びつけている。
プロローグの時点から戦争によって壊れた登場人物たちの物語が構築され、その断片が新たな人間関係を形成していくのだが、実に素晴らしい。だが悲劇と悲しみの連鎖に胸が張り裂けそうだった。そして今作の一番の見どころは、ゴジラが人間を憎み恐ろしい破壊行為を行うシークエンスだろう。新年から最高の2時間を過ごせた。今作は力強い象徴性を持つオリジナルの初代ゴジラへの回帰であり、生命への歌であり、何よりも今の世界に必要な平和への願いそのものである。ゴジラマイナスワンは傑作だ。オリジナルの DNA を受け継ぎ、現代の技術を活用し、ナショナリズムを捨てて市民に焦点を当てた戦後の素晴らしいメロドラマと最高のスペクタクルシーンの数々。今作は映画の制作方法を教えてくれている。ゴジラマイナスワンを公開初日に見てきました。日本の実写映画を劇場で鑑賞するのは初めてだったんですが、私は驚愕しました。これはハリウッド映画なのかと錯覚してしまうほどの映像体験でした。ゴジラという怪獣の存在は知っていましたが、ここまで恐ろしい存在なのをなぜ誰も教えてくれなかったのか。シートにずっと背中を押し付けて私は震えていました。しかし最後には私は拍手してしまいました。映画の終盤、ゴジラに対して敬礼をしている当時の日本人の心境は想像するしかありませんが、映像を見ていたら思いが込み上げてきて涙が止まりませんでした。これは間違いなく傑作です。私は日本に7年住んでいました。なのである程度日本文化に理解があります。第二次世界大戦直後の日本をゴジラが襲うというゴジラマイナスワンのコンセプトは非常に興味深く、いつも通り怪獣映画を見る気持ちで劇場に向かいました。しかし上映後に私はそれは間違いだと感じました。今作は日本人が主役の日本という国を題材にした再生復活を描いた映画です。ゴジラは間違いなく重要なプロセスですが、それよりも悲劇から立ち上がる日本人の強靭な精神力、支え合う力、そして戦った相手を敬う武士道を感じる映画です。私はウルトラマンが大好きで、怪獣というものに愛情を注いで生きてきました。日本の怪獣映画の最新作のシン・ウルトラマンも鑑賞してとても気に入っています。そんな私はゴジラマイナスワンを鑑賞して生まれて初めて怪獣に対して抱いた感情があります。それは圧倒的な恐怖でした。普段ならゴジラを見て興奮しているところですが、人間側のキャラクターに感情移入してしまい、ゴジラを倒すという気持ちをキャラクターと共有してしまいました。これはただの怪獣映画じゃないです。紛れもない傑作です。ゴジラマイナスワンを先ほど見てきたところだ。感想？何もないよ。何かを伝えてみんなの体験を台無しにしたくないんだ。唯一言えることは完璧ってことかな。申し訳ないけど内容は話したくない。みんなに見てもらいたいからね。最後に一つ、ゴジラマイナスワンをメキシコで公開してくれて本当にありがとう。この映画の演出は美しく、そしてパワフルだ。ゴジラがまた怖くなった。これは第一に映画であり、第二にゴジラ映画である。しかし巨大な怪獣をないがしろにしているわけではない。ゴジラはとても存在感があり、とても破壊的だ。今作のゴジラは普通のゴジラより新ゴジラに近いようにも感じる。そしてこの映画の映像は美しい。掲示されるものにしばしば驚かされる。この映画を映画館に見に行こう。サウンドデザインはショーに値するほど素晴らしい。この映画は映画館で見た方がどんな小さなスクリーンで見てもよりよく見えるはずだ。ゴジラマイナスワンはほとんど全ての面で成功している。怪獣映画や戦争ドラマの必見作だ。今まで作られたゴジラ映画の中でベストの一本というだけでなく、今まで作られた映画の中でベストの一本だと思う。私は東宝のゴジラ映画第一作を覚えているほどの高齢者です。レイモンド・バー主演の英語版が私が子供の頃テレビで何年も放映されていたんですが、そこでゴジラを知りました。その後何年後かにようやく入手したオリジナルの日本語版の方がはるかに優れていることを知りました。劇場で鑑賞した東宝のこの最新作は今までで最高かもしれない。素晴らしいキャラクター造形とストーリーでした。第二次世界大戦後、日本の敗戦後が舞台であり、脚本家が全ての登場人物を結びつける方法は素晴らしかったです。彼らのことが本当に気になりました。
もちろんモンスターとエフェクトは息を呑むほど素晴らしい。今年最高の映画を見たような気がしました。オリジナルを見たことがなくても必見、本当に素晴らしい。この映画が大好きだ。2023年のお気に入りの一つです。ゴジラマイナスワンは今年最高の映画です。アーリーアクセスのファンイベントから帰ってきたところですが、本当に素晴らしかった。ストーリー、登場人物、破壊行為の視覚効果はこのシリーズ史上最高のものです。彼の放射熱戦は文字通り熱戦でした。ゴジラ映画としてもだが、日本映画としても素晴らしい出来です。今年見た映画の中で最高傑作でした。お近くの最高の音響システムを備えた劇場でご覧ください。ドルビーシネマサウンドには度肝を抜かれました。ゴジラの方向はかつてないほど素晴らしかった。驚異的な映画だ。今年見た映画の中でベストの一本。ゴジラは今まで見た中で最も恐ろしい。人間のプロットは今回ばかりは実際に見る価値がある。必見だ。残忍で暴力的なゴジラの新しいデザインはオリジナルのストーリーに新たな命を与えている。出演者の演技は素晴らしいし、ストーリーは悲しいけれど希望を与えてくれる救いのあるキャラクターが何人か登場する。2回見たけど素晴らしい。この映画は素晴らしかった。説得力のある人間ドラマ、卓越した音楽、そして絶対的に恐ろしいゴジラ。史上最も怖い。できるだけ大きなスクリーンで見るべき。涙が止まらず人間たちを応援してしまった。個人的には最高のゴジラ映画だ。通常人間の登場人物は淡々としていて、ただ時間を埋めるために存在しているように見える。この映画では主要キャストのほとんどに感情移入できた。私はこの映画の先行上映に行きました。怪獣映画への愛と新しい映画を見たいという欲望に駆られたギリギリの決断でした。数人の友人を誘いましたが、映画館を出るとき私たちは言葉を失いました。見事な演技と素晴らしい映像に圧倒されました。普段怪獣映画を見る際は都市の破壊と人命の損失を視覚化することを望みますが、今作では全く逆で、思い入れしてしまうキャラクターが登場しすぐに恋に落ちた。ジョーズやジュラシックパークのファンは間違いなく楽しめるだろう。文句なし。今まで鑑賞してきたゴジラ映画の中でベスト3に入る作品。素晴らしいエフェクトとハートフルなストーリー、本当に気に入った。1954年の初代ゴジラ、シン・ゴジラ、そして今回のゴジラマイナスワンはゴジラの長いフランチャイズの中でも突出した作品です。アメリカのモンスターバース映画は太刀打ちできないだろう。この映画は 4DX で見たのでより楽しめた。東宝に感謝します。独創的な作品の制作を止めないでください。一生ファンです。この映画はゴジラ映画としてやるべきことを完璧にこなしており、少しでも興味のある人なら必ず見るべき映画だ。私はアメリカ映画に好意的なのだが、アメリカ映画は脚本がずさんで、怪獣がかっこいいことをする場面を見せるだけで、時に威圧的で漫画的だ。しかしゴジラマイナスワンはアメリカ映画に比べてゴジラの出番が圧倒的に少ないにもかかわらず、表現したいことのためにゴジラを 100% うまく使っている。ゴジラの登場時間は完璧だ。残りの上映時間は全て非常によく作り込まれた登場人物、よく練られた作品テーマ、プロットの適切な実行によって仕上がっている。全体的に賞賛に値する。絶対に見るべきだ。最高の映画だ。プロットも演技も素晴らしい。普段は字幕で映画を見ることはないが、これはとても良かった。ゴジラのルックスも美的センスに優れていて大好きだ。今作でゴジラが引き起こす破壊行為は過去最高だ。彼はとても暴力的で力強い。映画館で見るのは素晴らしい経験だった。必見だ。映画は素晴らしかったです。とても素晴らしいストーリーテリング、魅力的なキャラクターとゴジラが本当に存在していたらどうなるかをリアルに表現しています。笑えるし泣けるし怖かった。これは最高でした。ただただすごい。なんて素晴らしい映画だったんだろうか。ストーリー、演技、撮影、ゴジラ自身、ゴジラを倒す計画、そしてこの映画で得られる教訓に至るまで全てが素晴らしい。何度でも言いますが、これは素晴らしいゴジラ映画であるだけでなく素晴らしい映画です。これを見に行こうか迷っているならぜひ行ってみてください。まず今作は美しくレトロなスタイルで撮影されており、登場人物も劇中の時代の建物なども本物の初代ゴジラの時代の直前のものであるかのように見えました。また今作は私がヒューマンメロドラマに興味を持つようになった数少ない映画の一つになりました。登場人物は深みを持って演じられており、
この映画は個人的レベルと文化的レベルの両方で犠牲というテーマを探求しています。ただの怪獣映画ではない。映画を字幕で鑑賞する方にとって本当にいい映画です。この映画はとてもいいです。素晴らしいアクションシークエンス、よく発達したキャラクター、私は本当に気に入りました。 4DX で見ましたが、エフェクトが本当に体験を豊かにしてくれました。これは絶対に何回でも見ます。ゴジラマイナスワンは1954年にゴジラがどのように描かれていたかを思い出させる素晴らしい映画です。古典的なゴジラの音楽と過去の化身からの方向は私たちファンを頷かせてくれます。この映画がどれほど素晴らしいか言葉では言い終わらせません。東宝スタジオのもう一つの絶対的傑作、ストーリーはオリジナルに匹敵し、現代的なエフェクトは今年公開されたほとんどの映画よりも高品質だ。ゴジラの熱狂的なファンとして私はこの映画を心から楽しんだ。この映画を鑑賞することを強くおすすめする。今年公開された映画の中で今作が一番好きだ。全てのシーンが大好きで泣きそうになった。ゴジラマイナスワンは怪獣映画の展望を再定義する比類なき傑作である。この映画において監督脚本を務めた山崎隆さんは、ジョーズ以降ハリウッドで制作されてきた全てのゴジラ映画や怪獣映画をしのぐ現代の映画制作の完璧な専門的な技術を披露した。山崎監督率いる東宝はこのサブカルチャーの価値を飛躍的に向上させた。これは単なるゴジラ映画ではなく、巨大な怪獣の存在する世界におけるキャラクター開発とストーリーテリングの可能性を証明するものだ。ハリウッドは正しい映画制作における芸術性によって達成可能な深い影響力を持てていないことを反省すべきである。このホリデーシーズンの最高の映画イベントをお見逃しなく、みんなを集めて最高のスクリーンで体験しよう。素晴らしいストーリーとアクション、今まで見たゴジラ映画の中で最高。映画は素晴らしかった。もともとゴジラが好きだから見に行ったのだが、映画が進むにつれて登場人物に引き込まれた。私にとって2023年最高の映画だ。この傑作は今まで作られたゴジラ映画の中で最も素晴らしいものです。とんでもないという言葉では言い表せないすごい映画だ。ゴジラ映画はこうあるべきだ。この映画のプロットには多くの意味がある。ゴジラマイナスワンは信じられないほど素晴らしい。そして素晴らしいゴジラ映画であるだけでなく、全体的にとても素晴らしい映画です。堅実なキャラクター開発、感情的なストーリー、特殊効果も信頼できる素晴らしいです。ゴジラの海のシーンのリアリズムは一流であり、人間がゴジラのそばで感じる感情は海溝よりも深いものです。日本のレビューは古代宣伝などではなく全て事実であり、期待に応えてくれました。米国のモンスターバースと同じカテゴリーに収まるものではありません。見に行ってください。私は今作の演技が大好きで、プロットも違った解釈もできて楽しめました。今作は間違いなく最高のゴジラ映画です。ハリウッドが今作から何かを学んで再び質の高い映画を作り始めてくれることを願っています。それは彼らにとっては正しいことだと思う。私は完全に衝撃を受けています。この傑作はこれまで作られた中でも最高のゴジラ映画です。私は約50年来のファンです。これはゴジラ映画の壮大な勝利だ。これは今まで見た中で最も素晴らしい作品だ。友人や家族と楽しい時間を過ごしたいなら誰にでもおすすめできる。これはゴジラ映画の傑作だ。人間味のある素晴らしいストーリー、素晴らしい特殊効果、そして 100% 鬼気迫るゴジラ。できるだけ大きなスクリーンで見てほしい。現代の映画史における傑作だ。私はあまり人に映画を勧めないが、この映画は勧めたい。完璧に近い、もしくは完璧とさえ言える映画の一つだ。これほど強い衝撃を受けた最後の作品はマーベルスタジオのアベンジャーズインフィニティウォーだった。ゴジラマイナスワンはハリウッドを凌駕している。この映画はいろんな意味で壮大だ。ゴジラが素晴らしく見える。ストーリーは釘付けになる。サウンドトラックも素晴らしい。絶対に大きなスクリーンで見るべきだ。今作は本当によくできた映画でした。字幕で見たにもかかわらず、メインテーマとストーリーは分かりやすかったです。多くのプロットが最後にいい結果をもたらしたと感じました。ゴジラは恐怖の対象として描かれており、その世界にとって現実的な恐ろしい結果をもたらしていました。特殊効果も素晴らしかったです。第二次世界大戦直後を時代背景に限られた武器で対抗するしかないという設定が面白かったです。
総合的に見て必見です。ゴジラマイナスワンにおけるキャラクター展開と怪獣の登場は、古典的なゴジラ映画を思い起こさせるだけでなく、衝撃とイフの背後にある人間的要素も思い出させてくれる。ゴジラファンは喜ぶべき作品だ。私が今まで見た映画の中で最高の映画の一つであり、もしかしたら最高のゴジラ映画かもしれない。演技、脚本、カメラワーク、照明、音響など、この映画のあらゆる側面が一体となって誰もが楽しめる素晴らしい映画を作り上げている。ゴジラファンはこのフランチャイズの定番であるゴジラの破壊行為を目撃して報われるだろう。この映画を鑑賞するのにシリーズに精通している必要はない。1秒1秒のスクリーンタイムをフルに使い、人間の物語には説得力と喚起力があり、緊張、恐怖、安堵のバランスは巧みな演出で表現されている。これほど効果的に恐怖感と脅威を植え付けてきた映画の怪獣やクリーチャーを私は知らない。ゴジラは本来意図された通りのメタファーとして登場し、人間の物語を豊かにすると同時に、核戦争における無差別な攻撃を動物的な動きで表現している。1954年のオリジナルの初代ゴジラの制作チームは、この作品をとても誇りに思い、光栄に思っただろう。70年の歴史を持つフランチャイズに素晴らしい作品を加えることができた。あの象徴的なゴジラのテーマが最後に流れるとき、本当にゾクゾクした。ゴジラ全作品を見たことがある人も、全く見たことがない人も、ぜひこの作品を見てほしい。今作は本当に驚異的だ。これは私が生涯見たかったゴジラ映画だ。できるだけ大きなスクリーンで見ることをお勧めする。私は IMAX で見たが、映像と音響に度肝を抜かれた。今作は情熱的な映画だと感じた。センセーショナルな演技、お気に入りのキャラクター、完璧なテンポ、ゴジラも多く登場する。これほど美しく描かれた破壊描写は見たことがない。何も惜しむことなく全てを間近で見ることができる。私はその出来栄えに圧倒された。これはゴジラ映画史上最高傑作だと断言する。ゴジラ映画のハードルは間違いなく上がった。今作は第二次世界大戦後の日本の心境を洗練された手法で描いていて、ストーリーをとても楽しめた。ゴジラの襲撃は劇中の登場人物の共通の体験であり、今作はそれぞれが行わなければならない行動を探求している。私は怪獣ファンでもありますが、学生として歴史を学んでいるので、ストーリーを追うことはとても重要だった。今作はとても良かった。ゴジラ映画に期待される怪獣の騒乱や破壊と、人間ドラマや個性豊かなキャラクターとのバランスが素晴らしい。人々が選ぶ今年の映画トップ10、少なくともゴジラ映画トップ3に加わっても不思議ではない。私自身両方のリストに入れている。機会があれば映画館で見てほしい。後悔はしないはずだ。私が今まで見たゴジラ映画の中でダントツに良かった。この映画はゴジラの最高傑作であり、素晴らしいストーリーがある。ゴジラ映画で泣いたのは初めてだ。日本語字幕版を強くお勧めする。字幕は全く気にならなかった。演技も良かったし、特殊効果も素晴らしかった。ゴジラファンであろうとなかろうと、全ての人に見てほしい。お見逃しなく。東方の素晴らしい映画だ。第二次世界大戦後の日本には何も残されていなかったのだが、ゴジラの出現でそれがさらにゼロからマイナスになった。この映画はゴジラの原点に立ち返った。テーマとしては第一作を想起させる。ゴジラは破壊の力だ。人間の物語は説得力がある。通常怪獣映画では人間的なストーリーはあまり求めず、怪獣のアクションをずっと求める。この映画ではそれは関係なかった。素晴らしい映画であり、最近の東方映画の中ではベストだろう。今作は素晴らしい。ゴジラ映画の最高傑作とまではいかないまでも、本当に最高の部類に入る。ゴジラに対する独創的で斬新なアプローチもさることながら、それ以上に重要なのは、少なくともアメリカではあまり目にすることのない戦後の日本の生活と、その苦しい生活がそこに住む人々にもたらしたものについての考察である。久しぶりに登場人物が本当に好きになれるゴジラ映画で、彼らが生き延びるだけでなくハッピーエンドになるのを見たいと思った。ゴジラ映画史上最高の作品。ストーリー、演技、演出、SFX など全ての面で完璧だ。ゴジラ映画には常に広島と長崎の国民的トラウマという大きな要素がある。今作は物語を終戦直後に設定し、
中心人物を心に傷を負った日本兵にすることで、その要素を見事に前面に押し出している。そして私が覚えている限り初めて怪物そのものが恐ろしいと感じた。東宝はこれまでのどの作品よりも何光年も先を行く素晴らしい映画を作った。この映画が大好きになった。単なるゴジラ映画ではない。ゴジラの脅威を軸に戦後の日本にまつわる様々なストーリーが絡み合っている。字幕付きの日本語版はとても適切で、映画に素晴らしい味わいを与えていた。私が見たゴジラ映画の中で最高の作品だと評価している。映画の最後には劇場にいた全員が拍手した。これはアメリカの観客が外国語映画を見た時のリアクションとしては本当にすごいことだ。これほど楽しめた映画は久しぶりだ。この映画は単なる怪獣映画ではなく、第二次世界大戦後の日本人の生活を個人的に垣間見ることができ、 PTSD の男が罪の意識から最終的に贖罪に至るまでを描いている。アクション、サスペンス、ロマンス、そしてユニークなストーリー。ハリウッドは昔はいい映画を撮っていたのに、私が好きだったフランチャイズをことごとくダメにしてしまった。ハリウッドはこの映画から学ぶ必要がある。そうしなければハリウッドは終わりだ。今作は史上最高のゴジラ映画に違いない。音響、テンポ、照明、すべてのショットが最高だ。破壊をワイドショットで見ることができ、ゴジラが実際にどれほど恐ろしい存在であるかがわかる。邪魔するものが何もなく、映画制作者の才能が輝いた時、映画の中に前述したような素晴らしいものが生まれる。家で見ることもできるが、映画館でこそこの映画は輝く。この映画を見に行こう。エンドクレジットが流れた瞬間、あなたはこのジャンルのファンになるだろう。今作は素晴らしい映画です。前評判のアクションと感情の組み合わせは、私が期待していなかったものでしたが、確かにぴったりでした。涙を流すとは思っていませんでした。私は泣きました。それだけの価値はあったと思います。今作はゴジラの完璧で予測不可能な性質を捉えています。ゴジラの動き方は初期の映画を思い出させますが、それは今作で披露される彼の能力の表現を全く妨げませんでした。どちらかといえば時代背景のタイムラインに合っており、過去の作品への参加のように感じました。特に怪獣ファンならこの映画を鑑賞している際には決して目をつぶらないでください。今作には第二次世界大戦後の日本の状況、日本文化や社会の期待についての解説が含まれています。 PTSD への認識などに関しても演出が素晴らしく、驚きを盛り込んだ極上のエンターテインメントだ。登場するゴジラは素晴らしく、アクションシーンも素晴らしく、キャストの演技のレベルも高い。今作を制作してシリーズに追加した東宝に賛辞を送ります。映画は私の期待を上回りました。ゴジラとのシーンは恐ろしく素晴らしいものでした。また今作の物語は登場人物に関心を持ち夢中になるよう促してくれました。映画について感情的になったのは久しぶりだ。おすすめします。字幕版しかなかったので映画館で見るのをためらっていました。しかし実際に鑑賞すると字幕の存在は全く気にならなかったので本当に良かったです。今作には感動的なストーリーと素晴らしい登場人物たちがいて、私を夢中にさせてくれました。撮影スタイルは素晴らしく、特殊効果も適切です。アクションと演技を織り交ぜて演出される古典的な物語は、私が大好きな最高のものへのオマージュに溢れています。この映画は単なるゴジラ映画を遥かに超えており、シリーズの新たな一面を生み出しました。優れたストーリーを楽しみたい全ての人にこの映画を見ることをお勧めします。おそらく史上最高のゴジラ映画の一つとして語り継がれるであろう傑作だ。キャラクターは素晴らしく、ストーリーは説得力があり、ずっと興味をそそられ続けました。これは多くの人にとって間違いなく、トップではないにしてもトップ3のゴジラ映画に入るでしょう。レジェンダリーピクチャーズとワーナーブラザーズはこれを見て正しい映画の作り方をメモしていることでしょう。信じられないほど適切なストーリーテリングにより、文化的なニュアンスや歴史的重要性をよく理解していなくても、登場人物たちは現実的で共感できるものに感じられました。つまりゴジラが登場しない場面でもキャラクター自体が絶望、忍耐、
そして彼らが経験している世界に対する真の人間的な視点の物語を伝えてくるので、映画として成立しているんです。このような映画はもっと作られる必要があり、できればストーリーテリングに対して本作と同じ情熱と忍耐力を持って作られることが必要です。この映画は視覚的にも美しく、戦後の日本の衰退と再生を描いた点で壮観とさえ言えるかもしれない。これは1950年代のゴジラ映画の再創造ではなく、あの古い物語に暗く刺激的なひねりを加えたものです。ところどころに伊福部昭の古典的なゴジラのサウンドトラックが使用されているのもいい感じです。聴覚的な幸福を得るためにエンドクレジットの最後まで残ることをお勧めします。今作の物語のスタートは少し遅いですが、それを乗り越えてキャラクターとストーリー展開に愛着を持ち始めると、恐怖や悲しみから義務や愛国心まで様々な感情を呼び起こすこのスリリングなプロットに夢中になります。20世紀の日本文化の根深いテーマと戦争が国と国民の心身に与えた影響に迫る傑作。まだ公開されてそれほど長い時間は経っていませんが、現時点ではこれまでのゴジラフランチャイズの中の私の一番のお気に入りの作品になっています。映画の世界に迷い込むとはどういうことかを思い出させてくれる、そんな素晴らしい映画です。素晴らしいストーリー、魅力的なキャラクター、そして感情的な要素が全て組み合わさり、タイトルであるゴジラを通してあなたは畏怖と恐怖の両方で満たされます。このジャンルのファン、そしてよく練られたストーリーを味わいたい方は必見です。今作は私を泣かせて、笑わせ、イライラさせて、不快な気持ちを和らげ、同時に快適にさせました。これは最高の映画体験であり、まさに最高のゴジラでした。4歳の頃に初めて父と一緒に見た時の気持ちを思い出させてくれました。全体的には今年最高の映画でした。史上最も好きな映画の一つにもなりました。これは素晴らしかったです。次回はもう少しゴジラを見せてくれることを願っています。生涯のゴジラファンとしてこれは史上最高のゴジラ映画であると断言できます。全ての始まりとなった1954年のオリジナル同様に、この映画には全てが詰まっている。興奮、恐怖、そして素晴らしい人間味あふれる瞬間に満ちている。あなたは登場人物を応援し、彼らが経験していることに気を配っていることに気づくでしょう。これはアメリカのゴジラ映画には決してできないことだ。この映画を鑑賞するにはゴジラファンである必要はない。これは間違いなく全ての人にとって必見の映画です。この映画のプロットは本当に息を呑むようなものでした。最初は字幕が気になるかと思っていましたが、その心配はすぐになくなりました。この映画に費やされた労力は信じられないものだと思います。それくらい素晴らしいものでした。ゴジラが対抗する怪獣はおらず、ゴジラ対人間だけだったにもかかわらず、ゴジラ対キングギドラ以上の興奮を味わうことができて驚きました。そしてプロットに込められた思いが本当に気に入りました。普通のアクション映画では気にかけることもなかったキャラクターたちに共感を覚えました。演技も素晴らしかったです。こういったジャンルのアクション映画におけるそのレベルのストーリーテリングと感情はこれまで欠けていたものです。本当に楽しかったです。もう一度見なければなりません。 4DX と組み合わせることでさらなる体験が可能になると考えています。私は1950年代初頭に生まれ、初代ゴジラの映画を覚えていましたが、今作は素晴らしいストーリーラインを持つオリジナルの新鮮なリメイクのように思えました。以前日本で時間を過ごしたことでお気に入りの俳優が何人かできたのですが、今作に起用された俳優のラインナップに共感しました。この映画は間違いなくおすすめします。素晴らしい。日本人はハリウッドのスタジオが今のような方式での映画の制作をやめるべきであることを証明した。ゴジラマイナスワンにはたくさんの心があり、登場人物たちを大切にしてくれている。ゴジラが街を引き裂いたり船を沈めたりするのも重要な要素ですが、今作の魅力はそれだけではない。これは私が今まで見た中で最高の映画かもしれません。私は日本語が全くわからず、今作が日本語で英語の字幕の上映であることを直前まで知らずに鑑賞したのですが、とても満足しました。ありきたりなモンスター映画だと思っていたので、この映画の核心部分には衝撃を受けました。
この映画には素晴らしい演技と感情と心があります。今作を皆さんにお勧めします。音楽も素晴らしい。この映画は実にパワフルです。私も息子もこの映画が大好きです。字幕は気になりませんでした。今作にはサスペンス、ドラマ、アクションがたくさん詰まっています。第二次世界大戦後の日本の歴史の悲劇的な喪失と再生を描いたプロットを気に入りました。また特殊効果は本当に素晴らしい。そして最も恐ろしいダークサイドのゴジラ。日本はゴジラ映画制作において再び頂点に立ちました。ここ数年で見た中で最高の映画だ。人間のストーリーとモンスターの CGI アクションのバランスは完璧に取れていました。私は多くの怪獣映画を楽しんできましたが、これまで人間の物語に引き込まれたことはありませんでした。しかし今作では違いました。今作は完璧としか言えない。今年今作に含まれているアクション、ドラマ、哀愁の物語に対抗できる映画は一本もないと思う。ゴジラマイナスワンは史上最高のゴジラ映画であるだけでなく、本当に素晴らしい映画です。ここ米国の映画制作者は今作を見て映画制作を一から学ぶ必要があります。大切なのは巨額な予算ではなく、本当にいいストーリーを伝えることです。予算をかければいいのではない。問題は作り手の心にある。今作には作り手の気持ちがしっかりと詰まっている。これこそ劇場で見るべき映画です。ゴジラマイナスワンは日本人にしか制作することができない完成度の高い映画です。人生とその複雑さについての壮大な物語をゴジラの映画の劇中で見ることになるとは思っていませんでした。今作は本当に現実的で感動的な映画です。2023年に見た映画の中で一番最高の映画でした。ゴジラはこれからも人々を踏みつぶすと思いますが、多くの人々に娯楽も届けてくれるでしょう。この映画の素晴らしさは言葉では言い表せません。この作品には質の高い演技、現実的なストーリー、並外れたサウンドスコア、第二次世界大戦後の日本文化の知られざる視点など、これまで触れたことのない多くのものが含まれています。私はこれまで多くの映画を鑑賞してきました。その中でも今作は私の人生を豊かにしてくれた最高の映画の一つに加えられました。作り込まれた人間ドラマと怪獣映画が好きな人にはたまらない両方が詰まった一本です。素晴らしいストーリーテリングだった。アナログとデジタルのエフェクトを巧みに組み合わせて完成させた映像は美しかった。そして魅力的なキャラクターたちがもたらす劇的な展開はこちらの胸を熱くさせてくる。人間の本質的な普遍的価値が尊重された演出は見ているこちらを映画の世界に引き込む。困難を乗り越えて一つになる疑似家族の愛の表現と国家への反発の描写がバランスよく描かれている。そしてゴジラの描写が実に恐ろしく素晴らしい。ゴジラマイナスワンは間違いなく私が見た映画の中で最高の映画の一つです。オリジナル映画への回帰と魅力的な登場人物たちはこの映画の質をさらに高めるのに本当に役立っています。この手の映画ではモンスターから離れずに人間のキャラクターを魅力的に描くことは難しいのですが、今作では見事に成功していました。この映画は戦争と PTSD というテーマにより非常にダークな一面も持っています。しかし私は最後まで泣きながら今作を劇場で見られたことが信じられないほど幸せでした。今私はゴジラマイナスワンをまだ見ていない方々に語りかけている。怪獣映画バカらしい、子供向けだろ、そんな考えは今すぐトイレに流すんだ。あなたが今すべきことはチケットを家族の人数分購入して車を走らせてウォールマートに駆け込んで大量のペーパーを買って劇場に向かうことだ。気をつけろ、涙の海で溺れることになる。とにかくだ、まずは見ろ、話はそれからだ。ゴジラマイナスワンは史上最高のゴジラ映画であり、2023年に公開された映画の中でも最高傑作です。まず第一にゴジラは怖いです。今作の破壊描写は伝説の怪獣の最も驚異的な描写であり、特に2つのシーンでは私は席を握りしめました。視覚効果は息を呑むようなもので、
ハリウッドがここ数年に発表したどの作品よりも優れています。ゴジラの東京への攻撃は可能な限り大きなスクリーンで見る必要があります。騒乱、破壊、脅威、音響は IMAX シアターで体験するべきです。それはさておき、この映画のメインは登場人物たちです。これまでのどのゴジラ映画よりもキャラクターが非常によく機能しており、それぞれのキャラクターを愛することができる唯一の作品です。フィナーレは胸が張り裂けそうで、劇場内で鼻をすする音が聞こえました。エンドクレジットが終わると、私も含めて拍手が巻き起こりました。ゴジラマイナスワンは壮大で驚くべき映画であり、史上最高のゴジラ映画、そして間違いなく今世紀最高の映画です。ぜひ見に行ってください。ゴジラマイナスワンは愛、喪失、そして救済の物語です。この文章を読んで私がゴジラ映画について感想を書いているとは思わないかもしれませんが、ゴジラ映画について書いています。ゴジラが帰ってきました。今度は驚異的で恐ろしく、絶対に止めることができません。今作は人類史上稀に見る暗い時代に勇気を持つことの意味の確信をつく並外れた映画です。非常によく練り込まれたキャラクターが私たちを過去に連れて行ってくれる。しばしばゴジラ映画を見ていることを忘れてしまうほどの完成されたドラマシーン、信じられないほど恐ろしい破壊シーンと感情的なストーリー、今作は究極のバランスで完成されています。素晴らしい。ゴジラマイナスワンは興味深いキャラクターとストーリー展開を持ち合わせた素晴らしい映画です。ゴジラが都市を破壊し大混乱を引き起こす様子はあえて控えめにされています。ゴジラが登場する場面のインパクトを最大にするためだと思うんですが、その演出は成功しています。ゴジラは驚異的だが、今作は人間のキャラクターとストーリーが核心であり、それがこの映画の魅力を際立たせています。今作は生存、再建、希望を紡ぐ物語です。 PTSD、友情、愛情、そして帝国主義への批判の映画でもあります。ゴジラがたまたま敵対者だったとも言えるほど完成されたプロットです。ゴジラが違うものに置き換わっても成立するだろう。怪獣映画ゴジラファンならずともぜひ見に行ってみてください。共感や感情を持ち合わせていない人以外はがっかりすることはありません。ゴジラマイナスワンは2億ドル以上の予算を費やした多くのハリウッド大作に匹敵、もしくはそれを軽く超えています。ゴジラマイナスワンは素晴らしい映画だった。私は13歳になる双子の息子たちと一緒に見に行ったんですが、彼らもゴジラが暴れるシーンに加えて感動的なストーリーが大好きと言っています。字幕が邪魔になるかと思えば、演技、ストーリー、アクションがとても魅力的だったので、字幕に気づかなかったぐらい没入しました。またゴジラを倒すために考え出された革新的で科学的な方法はとても新鮮で、一般的な怪獣映画で見られるような銃や爆弾を使うだけの方法とは違う知的で歓迎すべきものだと感じました。今作を見て失望することはないでしょう。そしてオーケストラによるクラシカルなスコアはとても素晴らしかったです。この映画の壮大さを完璧に引き立てていました。スコアだけでも聴きたくなるようなものでした。私の人生における最高の映画であり、間違いなく近年で最高の映画だ。ブラボーゴジラマイナスワンブラボー。これまで見た映画の中で最高の一本だ。ゴジラへの思い出はないが完全に惚れ込んでしまった。登場人物の心温まるキャラクター性が特にこの映画を盛り上げている。登場するモンスターから目をそらさずに人間のキャラクターを登場させて活躍させることができる映画はあまり多くないが、今作は成功している。 PTSD と戦後という悲劇をテーマにしているので、映画自体の雰囲気は重くなっているが、今作は見る価値がある映画だ。私は最後まで泣いていたし、この映画を映画館で見て本当に良かったと思った。今作はただのゴジラ映画ではない。ゴジラマイナスワンは究極のエンタメ映画だ。この手のジャンルの映画に興味のない知人も、ゴジラマイナスワンを見て本当に良かったと言っている。しかし、この後に続くゴジラ映画に対して、ゴジラマイナスワンの制作者たちはいい意味で申し訳ないと思わないといけない。この映画は信じられないほど高いハードルを設定してしまったのだ。この映画は大好きだ。フランチャイズ70年の歴史に対する完璧なオマージュであり、最高傑作だ。非常にシリアスな作風で、
終戦直後の日本人の暮らしを描きつつ、ゴジラの脅威を巧みにプロットに組み込んでいる。主人公は戦争に参加して生き残った自分を罪人だと思っている。だが違う。悪いのは人間同士の憎しみ合う心なのだ。ゴジラはそれを教えるために人間たちの前に現れたのではないかと私は考えた。終戦から約80年、風化してしまいそうな過去の悲劇をこの映画は思い出させてくれた。人間は強い。だからこそ、互いの手を取り合い、文化や人種の壁を越えて平和を探求する必要がある。この映画はそれを教えてくれた。すべてのゴジラファン、そしてゴジラを大したことないと思ったことのある方々に特に強くお勧めする。今作はフランチャイズのルーツへの素晴らしいオマージュであり、現在と未来の世代へのメッセージなのだ。東宝とゴジラマイナスワンのすべての関係者の皆さんに感謝する。ゴジラマイナスワンのモノクロ版を鑑賞してきた。モノクロ版はゴジラ映画というよりは、黒澤明監督の未公開フィルムを見ているような印象だった。山崎隆監督の作り出した戦後の世界は、優しさに溢れているが、時には残酷さが垣間見えている。モノクロ版では、そこがさらに顕著に表現されている。あえてカラーをなくすという決断をした制作者の判断には脱帽だ。明らかに映画としての質を高めている。我々はレトロに飢えているのかもしれない。いや、人間の優しさか。少なくとも、この映画には我々が望むものが全てが詰まっている。傑作だ。ゴジラ -1- カラーは最高傑作だ。1954年に公開されたオリジナルゴジラの魂を継承した正真正銘のリブートだろう。これまでゴジラは様々な寄り道をしてきた。反戦、反核の象徴から人間のヒーローになり、地球の守護者にまでなった。そんなゴジラが人間の今度は最悪な悪夢として、終戦直後の日本をどん底に叩き落としたのだ。第二次大戦後の日本人の生活は、苦しいながらも明るさに満ち溢れているという史実としても希望がある情報を提供しつつ、それをゴジラによってさらに昇華させている。この映画は傑作だ。モノクロ版は映像に色がないことで、さらにリアリティも増している。必見だ。ゴジラの最新作を鑑賞してきた。今回はモノクロ版だ。カラー版はもう何回見たか数えていない。少なくとも週末に必ず見ているから10回は見ているはずだ。その私が言うからには間違いないと思う。モノクロ版は完璧だ。初代ゴジラに対するリスペクトも含めて、カラーをなくすことで当時の街並み、人々の生活がさらにリアルな表現になり、メッセージ性が高まったように感じた。私は日本人ではないが、見ていて悲痛な気持ちになり、何回も涙を流した。人の心の苦しみは全世界共通なのだ。そして平和を願う気持ちも。この映画は優しさに溢れている。世界の人々は今こそこういった映画を見るべきだ。ゴジラマイナスワンもゴジラマイナスワンマイナスカラーも両方鑑賞した上での意見として、私は断然モノクロ版の方が好きだ。より強烈でダークな映画になっている。まるでドキュメンタリーを見ているようで、感覚が研ぎ澄まされるような気がした。色に気を取られることがなくなり、没入感が高まったのだと感じている。カラー版より恐ろしい映画になったのは間違いない。もう明日のチケットを予約してしまったよ。ゴジラマイナスワンマイナスカラーを先ほど鑑賞してきたところだ。ちょっと何を言っているかわからないと思うが聞いてほしい。私はタイムスリップした。幼い頃、父と見に行った映画館に私はいた。横で微笑みながらスクリーンを見つめている父がそこにいた。そう思わせるほどのレトロ感と懐かしいアクション映画の魅力がこの映画には凝縮されていた。今作は2024年に入って初めての映画鑑賞だったのだが、モノクロ版の破壊力は凄まじいものだった。ただ色を変えたのではない、時代を逆戻りさせたとしか言えない。あの古き良き時代の映画の匂いすらまとっている。この日本の映画は完璧だ。誰しもがノスタルジーと恐怖と感動を味わえるだろう。黒澤明監督が帰ってきた。これがゴジラマイナスワンマイナスカラーを鑑賞しての第一印象だ。間違いなくあの時代の日本の傑作映画と並ぶ作品だ。2023年に公開されて
全世界中で話題になっていたこの怪獣映画を、私は当初は見に行く気はなかった。しかしながら周囲の映画好きの友人が涙ながらに進めてくるので鑑賞したのだが、完全に罠だった。もうこの映画以外の映画を鑑賞する気がしないほどハマってしまったのだ。合計で4回鑑賞した上でこのモノクロ版を鑑賞したのだが、最初から最後まで鳥肌が止まらなかった。モノクロになることで恐怖感も増したのもあるが、何よりも作り物感がなくなったように思えた。本物のドキュメンタリーを見ているようにも感じた。これは必見だ。ゴジラマイナスワンのモノクロ版は現代の映画に対する本当にいい意味でのアンチテーゼだ。巨額の予算を投入してド派手な色をつけなくたって、シーンがしっかりと完成していればその映画は傑作となることを証明してくれている。ゴジラマイナスワン自体が傑作なのだが、それから色を抜くなんて正気かと当初は思っていたが、鑑賞して私の考えは180度変わった。モノクロだからこそできるレトロな雰囲気はもちろんのこと、それぞれのカットの印象も大きく変わっている。ゴジラはモノクロになり、さらに巨大で凶暴になった。今すぐ劇場で見るべき映画だ。ゴジラマイナスワンマイナスカラーは1954年のオリジナルのゴジラに匹敵する完璧な傑作だ。カラー版も間違いなく2023年に公開された映画の中でも最高の作品だ。しかしモノクロ版はそれを凌駕した。終戦直後の日本の雰囲気、ゴジラの狂気にあふれた表情、俳優の悲痛な場面での表情、荒廃した街並み、すべてがモノクロによりさらにアップグレードされて強調されている。まるで1954年のゴジラと同じ時代に制作された映画のようだ。カラー版は現在アカデミー視覚効果賞にノミネートされているが、このモノクロ版も審査されるんだろうか。私はそれを強く望む。今年の視覚効果賞はこの映画のためにあるようなものだ。本当に素晴らしい。ハリウッドよ、これがエンターテイメントなんだ。ゴジラマイナスワンマイナスカラーは近年のハリウッドが忘れてしまっている映画黄金期の魂を持ち合わせている究極のモノクロ映画だ。ハリウッドはいつからお金の世界に変わったのだろうか。映画というのは娯楽なのだ。ド派手な CG を駆使して大暴れする映像をただひたすら見せられても人々の心は動かせない。ゴジラマイナスワンは低予算で制作されており、スタッフも多くはない。それでもあれだけの作品を制作できることが世界に示されたのだ。そしてそこからカラーを抜いたマイナスカラーはさらにその魅力を増した。むしろレトロな映画としての良さが追加されて、さらなる傑作へと進化した。私はゴジラマイナスワンマイナスカラーを見て楽しんだことと合わせて自国の映画の未来を危惧した。ハリウッドよ、目を覚ませ、君たちにはその力がある。ゴジラマイナスワンマイナスカラーが日本公開からわずか2週間遅れで公開されたのは奇跡だ。それほどまでにアメリカでの需要が高いということだろう。私も需要の一人であり、カラー版はもう11回鑑賞している。妻も5回鑑賞した。妻は最初の1回は渋々だったのだが、すっかり魅力に取り憑かれていて、私が車のキーを取り出すとマイナスワンと声をかけてきて一緒に行きたがるほどだ。そんな妻とゴジラマイナスワンマイナスカラーを先ほど鑑賞してきたのだが、結果はわかるだろ。二人で号泣してしまった。カラー版よりもモノクロ版の方がなぜか心にグッときたんだ。誰か理由を教えてくれ。日曜に2回目を見に行く前までに。ゴジラマイナスワンの最終回を見てきたよ。もう9回目の鑑賞になるんだが、私の心残りは2桁の10回の鑑賞を実現できなかったことだ。正直言って今回もどうせ延長されるだろうと思っていたので油断していた。劇場は満員だったが、村口を叩く人はいなかった。静かな時が流れる。そしてエンドクレジットの最後に山崎隆監督の名前が流れて、ゴジラの方向が響き渡ったのと同時にみんなが拍手した。立ち上がって拍手していたんだ。34年間生きてきてこんな瞬間初めてだった。私は同じ映画を複数回劇場で鑑賞したことはなかった。気に入った映画もディスクや配信で見ればいいと考えるタイプだったのだが、そんな私はゴジラマイナスワンをすでに劇場で4回鑑賞している。この映画は劇場で見るべきだと確信したからだ。
プロット、映像、音響、すべてが完璧だった。その映画をもう劇場で鑑賞できないなんて、悲しみのあまりもう何も手につかない。再上映を強く望む。本当に素晴らしい映画をありがとう。ゴジラ、マイナスワンの劇場公開を打ち切る判断をしたのは一体誰なんだ。俺はそいつとは友達になれそうにない。ゴジラを見てからずっと気分が高揚していて、毎日が楽しいんだ。日本語の勉強も始めた。字幕なしでシーンの隅々まで見てみたいんだ。人間の人生にここまで影響を与えるこの映画の公開終了は俺にとっては拷問だ。頼む、返してくれ。ゴジラマイナスワンの話をすることができなくなると考えると胸が苦しいよ。こんなに夢中になれた作品は初めてなんだ。映画館で応援したのも生まれて初めてだった。ゴジラという映画作品自体を劇場で鑑賞したのも初めてだったが、上映後に思わず立ち上がって拍手してしまったよ。私以外にも大勢が拍手していた。その光景が頭にずっと残っている。日本ではまだ公開されていると聞いた。今私は日本に向かう飛行機の予約画面を見ている。これの意味がみんなわかるかい。先ほどゴジラに別れを告げてきた俺のビッグ G は最高の時間をくれた。今まで生きてきて鑑賞してきた映画の中でゴジラマイナスワンはベスト作品と言える。これまですでに7回鑑賞しているが、毎回こらえきれず泣いてしまうんだ。感情を揺さぶられるとはこのことを指すんだなと強く感じた。最初に別れを告げたと言ったが、あれは撤回だ。兄弟、またすぐに会えるさ。オスカーの視覚効果賞にノミネートされたゴジラマイナスワンが劇場公開を終了すると聞き、慌てて鑑賞しに行った。ゴジラは見たことがなかったのだが、一瞬で引き込まれた。私の祖父は第二次世界大戦に従軍していた。多くは語らないが、二度とあのようなことは起こってはならないといつも語っていた。しかしそれは米国側の視点であり、私は日本の実情を知る機会があまりなかった。ゴジラマイナスワンの劇中で戦後のリアルな日本の実情を初めて目にした。ゴジラは戦争のメタファーという話を聞いたが、あれは戦争そのものだと私は感じた。突然現れて平穏な日常を奪い去り、愛するものを踏みつぶして全てを壊していくゴジラの姿は戦争そのものだ。これは完璧な反戦映画だ。過去の過ちを繰り返すなと投げかけてくる。今の時代に必要な映画だ。最終日までにあと3回は見に行くつもりだ。ゴジラマイナスワンが全米での上映を終わらせると聞いて失望したよ。私はまだ6回しか見ていない。ゴジラマイナスワンは断然素晴らしい作品だ。登場人物だけではなく、食材を描いた物語は全ての人の心を打ち砕く。最後には家中で乾いた目がなくなるだろう。ゴジラマイナスワンを鑑賞して焦点を絞った映画の力を思い知らされた。現代のハリウッド映画業界はこの作品を参考にするべきだ。ゴジラマイナスワンは映画制作者たちが原点に立ち返り、クオリティとハートを求めるための完璧な出発点なのだ。上映を延長するべきだ。ゴジラマイナスワンはただの映画ではない。世の中の流れを変えたターニングポイントだ。視覚効果賞にノミネートされたことは素晴らしい出来事だが、それ以上に人々に映画の面白さを思い出させてくれたことがこの映画の功績だ。家族、友人、恋人と、あなたは最近いつ映画館に行った？自宅でタブレットで映画を見ていることが多いだろう。私もそうだった。ゴジラマイナスワンに出会うまでは。映画は映画館で見るべき。そう思わせてくれたのがゴジラマイナスワンなんだ。さあ、劇場に行こう。ゴジラマイナスワンは真のモンスター映画だ。巨大なほぼ無敵の驚異的な怪物と戦う武力を持たない無力な人間たちの姿が象徴的に描かれている。この物語の主役はゴジラではない。戦争で傷を負い荒廃した国で悲惨な状況にもかかわらず立ち直ろうとしている人々が主役だ。脚本家は愛すべきキャラクターを生み出すために知恵を絞り切ったのだろう。上映後にはあなたは何人かに恋をしているはずだ。劇伴は完璧だ。画面上で起こっていることと芸術的に融合してそのインパクトを高めている。ゴジラによる破壊シーンは圧倒的であり、これまで見たことのないような規模でのスペクタクルシーンが登場する。悲しみの涙、感動の涙、嬉しさの涙、すべての興奮がこの映画には詰まっている。あらゆる観点から見て
ゴジラマイナスワンは成功していると言えるだろう。ゴジラマイナスワンは非常に洗練された技術で制作された映画だと感じた。ゴジラの姿は本当に恐ろしいものであり、真の破壊の象徴として登場する。また、VFX が非常に優れているのに合わせて、プロットの良さも間違いなく今作の強みだろう。物語の中心となるのは登場キャラクターでありつつ、最終的にはゴジラも悲劇に巻き込まれた一人のキャラクターだと最後に思わせてくる驚異的なシナリオだ。ゴジラによって実行された恐ろしい破壊によってキャラクターに巻き起こる最大級の悲劇は衝撃だ。それを受けて主人公の感情が爆発するシーンは一生忘れられない強烈な印象を残した。本作のキャラクターは全てが愛おしい。特に主人公に愛着が湧く。私たちが彼らの冒険に参加していると感じさせてくる素晴らしい演技だった。一言で言うと、ゴジラマイナスワンは傑作だ。本作は典型的なハリウッド映画風の大ヒット作の枠の中で制作された傑作という程度の期待で鑑賞したんですが、全く違いました。日本映画が新たな世界を切り開いたと思える素晴らしい作品だった。がっかりすることは絶対にありません。特殊効果と戦後の日本をリアルに描くホームドラマ。それが私にはとても心地よかった。キャラクターの感情を感じることができ、戦後という背景が非常に興味深く、それが私を映像に夢中にさせました。効果音、音楽、絶叫、すべてが劇感として素晴らしいです。静寂ですら音楽の一つにしてしまう映像表現には鳥肌が立ちました。まだ見ていない人のためにこれ以上は言いません。とにかくおすすめします。話題作のゴジラマイナスワンを鑑賞してきた。控えめに言ってこの映画は傑作だ。絶え間なく押し寄せるスペクタクルシーンに常に緊張感が高まっていた。ゴジラは究極の悪夢としてそこに君臨していた。あれは本物の悪魔に違いない。しかし、どこか悲しげな表情をしているのが印象的だった。ゴジラは日本においては反戦の象徴だと聞いている。ゴジラはもしかしたら平和を求めていただけなのかもしれないと、見終わった後に自問自答してしまった。何よりも興味深かったのは、戦後の日本国内の描写だ。荒れ果てたあの土地を彼らがどう立て直したのか、歴史をさらに知りたくなった。ゴジラマイナスワンは娯楽映画としても教訓を与えてくれる道徳的映画としても完璧だ。ゴジラの登場シーンはハリウッド基準をはるかに凌駕しており、巨大生物というものをリアルに表現していた。ゆっくりと歩きながら全てを押しつぶすその姿はまさに破壊神そのものだった。今作には我々が知り得なかった日本の歴史の描写が登場して、息を呑む瞬間がいくつもあった。戦闘機のパイロットは多くの映画では英雄、ヒーロー、またはお調子者として描かれる。しかし、今作では全く違った。特攻隊というものが存在していたことは史実として理解していたが、その実情は知らなかった。終戦後、必死に生きて帰ってきた主人公に浴びせられたのは、温かい言葉ではなく、まさかの罵声だった。私はそこに衝撃を受けた。劇場で多くの人が口元を押さえていた。この映画には人の心を揺さぶる何かがある。大前提として私はゴジラ映画が好きではなかった。幼稚な子供向けの B 級ジャンルだと思っていて避けてきていたのだ。しかし米国での評価を聞き興味を持ったので、先ほど鑑賞してきたのだが、あまりの衝撃に言葉が出ない。ゴジラという存在を私は誤解していた。彼はメッセンジャーだ。愚かな争いを繰り返し、私利私欲に走る人間たちを戒めるために、怒りをまとい君臨した恐怖の塊だ。この反戦映画を全ての人は見るべきだ。世界は平和であるべきである。ゴジラマイナスワンは私の救世主だった。ここ最近は映画というものに興味を失いつつあったのだが、この映画に出会って気持ちが変わった。純粋に心の底から楽しめた。派手なアクションも無理やりねじ込むコメディ要素も本当は必要ないんだ。作品のプロット、映像表現がマッチすれば、画面に人々は引きつけられて、制作者のメッセージをみんなが受け取る。ゴジラマイナスワンはそんな映画だ。メキシコでの最後の上映に行くことができて光栄だった。いつかまた会いましょう。ゴジラマイナスワンを経て、ゴジラはメキシコで市民権を得た。多くの人々は声を揃えて、この映画は最高だったと劇場で感想を言い合っている。
1ヶ月以上上映されていて、多くの人々が魅了されたのと同時に、日本のコンテンツの底力を思い知らされたよ。ハリウッド映画に匹敵する映像と、感傷に浸れるプロット、忠実な史実の再現とファンタジーの融合は、日本にしかできないと思う。公開が終了するのが本当に残念で寂しい。ゴジラにもう一度会いたい?と聞かれたら、当たり前と私は答えるだろう。ゴジラマイナスワンが上映終了するとのことで見納めてきた。この映画を通じて日本の歴史を垣間見ることができたのは非常にいい経験だった。日本という国の終戦直後の実情を知らなかった私は、日本の人々の力強さをこの作品で理解したよ。主人公は焼け野原の中、一筋の希望を見つけて新たな家族を見つける。その幸せをゴジラという戦争によって生み出された悪夢が打ち砕く。そしてそこから再起を図る主人公は、まるで戦争や多くの災害から立ち直ってきた日本そのものではないか。再び大きな地震が日本で発生したと聞いた。とても胸を痛めている。しかし日本人は強い。ゴジラですら勝てない。彼らは再び立ち上がるだろう。ゴジラマイナスワンはエキサイティングな映画だ。テンポ、ストーリー、イマジネーション、演出、すべてが巧みに完成されている。キャストが演じたキャラクターの苦悩、喪失、希望、愛、恐怖、怒りは、こちらにも伝わってくるほど優れたものであり、演技力に圧倒された。この映画は、歴史と空想の怪物をバランスよく混在させることにより、極限までファンタジーをリアルに寄せている。これはハリウッド映画にはないものだ。メキシコではゴジラの知名度はあったが、作品の評価はそれほど突出したものではなかった。この映画はそれを根底から覆した。同じような作品が再び公開されることを祈る。私はゴジラマイナスワンが大好きだ。エンターテインメントとしても、メッセージ性がある社会派作品としても高く評価している。メキシコではこういった怪獣コンテンツというものが制作されることもなく、また大きな予算をかけて映画が制作されること自体が少ない。私は映画制作者の端くれなのだが、予算の壁に悩まされることは多い。だが、ゴジラマイナスワンの制作費とクリエイターの人数を聞いて、私はポジティブになれた。ハリウッド映画に立ち向かうのには、多額の予算や人員は必要ない。技量と志が重要なんだと、この作品には教えてもらえた。メキシコでこの映画を公開してくれてありがとう。私もいつかこういった作品を撮れるように頑張るつもりだ。ゴジラマイナスワンはまさに心に響く映画でした。この映画を見て感じたのは単なるモンスター映画ではなく、人間の感情と社会の恐怖、そして希望を描いた壮大な物語だということです。戦後の日本という歴史的背景の中で、圧倒的な破壊の象徴であるゴジラが現れるたびに、私は息を呑む瞬間が続きました。視覚効果が米国アカデミー賞を受賞したのも納得できる。画面に映るゴジラの圧倒的な存在感は素晴らしく、ただ単に巨大な怪物が街を破壊するという描写だけではなく、その背後にある人々の恐怖や苦悩が深く胸に迫りました。特に主人公たちがゴジラに立ち向かう姿に共感し、私自身も彼らと共に戦っているかのような感覚を覚えました。インドにも強い神話や物語が存在しますが、この映画が描く人間対自然というテーマは国境を越えて共感できるものです。ゴジラは単なる怪獣ではなく、人間が抱える恐怖とそれに立ち向かう勇気の象徴です。この映画は私にとって単なるエンターテインメントではなく、深い感動と考察を与えてくれる作品でした。この映画は圧倒的な映像美とともに深いメッセージを込めた映画で、特に反戦、反核のテーマが強く印象に残ります。日本の戦後の混乱期、経済も社会も崩壊状態にある中で、突如として現れるゴジラは、単なる怪獣ではなく、核の力がもたらす破壊そのものを象徴しています。物語の中でゴジラが日本を襲うシーンは、まるで核兵器の影響を再現しているかのようで、放射能による破壊と人間の無力さをリアルに描いています。また、この映画で感動的なのは、破壊の裏にある再生の物語です。戦争の傷跡を抱えながらも生き抜こうとする人々が、
絶望の中で一丸となって立ち向かう姿は非常に共感できるものでした。核兵器により誕生したゴジラが引き起こす破壊は圧倒的で、人々がそれに抗う姿は私たちにも核なき世界を目指すべきだと強く訴えかけてきます。特にインドでは私たちも核保有国としてこのメッセージを重く受け止める必要があると感じました。ゴジラマイナスワンは怪獣映画の枠を超え、核と戦争の恐怖に向き合い、平和の大切さを問いかける作品です。ゴジラマイナスワンは心に深く響くメッセージを持った作品です。この映画は巨大な怪獣ゴジラを通じて戦争や核の恐怖、そして人間の愚かさを描いています。特にインドの歴史的な観点から見ると、戦争の悲劇や核兵器の脅威は私たちの歴史にも深く根付いているテーマです。映画の冒頭から緊迫感が漂い、観客は一瞬で物語に引き込まれます。ゴジラの出現は単なる怪獣映画の枠を超え、私たちが直面する現実の象徴として描かれています。キャストの演技は素晴らしく、特に主人公の葛藤や恐怖がリアルに伝わってきます。彼の目に映る恐怖と絶望は私たちが戦争や核の影響を受けた時の感情そのものです。映画の中で描かれる反戦要素は非常に強烈です。ゴジラが街を襲うシーンはただの破壊ではなく、戦争がもたらす悲劇を象徴しています。人々が逃げ惑う姿、家族が引き裂かれる瞬間、これらは私たちが戦争の影響を受けた時に感じる痛みそのものです。映画は戦争がもたらす無意味な破壊を訴えかけており、観客に重い思索を促します。また反核要素も非常に重要です。ゴジラは核兵器の象徴として描かれ、その存在は私たちに核の恐怖を思い起こさせます。映画の中で核の力がもたらす破壊的な影響は私たちが直面する現実の一部です。核兵器の使用がもたらす結果を考えると心が痛みます。この映画は全ての人々に当てはまるメッセージを発信しているんです。それは平和な世界が続くこと、それがこの映画が持っている大きなテーマだと感じました。ゴジラマイナスワンを見た瞬間、心の底から衝撃を受けました。映像に映し出されたゴジラの圧倒的な姿がまさに自然の怒りそのものであり、人間の力では到底太刀打ちできない恐怖を感じました。この映画は単なる怪獣映画ではなく、もっと深い意味を持っていると感じました。最も強く心に響いたのはゴジラが象徴する反戦反核のメッセージです。映画の中で描かれる破壊のシーンはまるで戦争や核兵器の恐ろしさを象徴しているかのようで、人類が犯してきた過ちへの強烈な怒りを表しているように感じました。しかしこの映画はただ重いテーマだけで終わらず、エンターテインメント性も抜群です。ゴジラの迫力ある姿とリアルな破壊描写は息を呑むほど美しく、また恐ろしい。映像から目が離せず、まるで自分がその場にいるような没入感がありました。そしてキャストたちの演技も素晴らしく、特に戦争帰りの主人公の心の葛藤や恐怖、仲間との絆が伝わってきて、物語に一層の深みを与えていました。ゴジラマイナスワンは絶望と希望というテーマを通じて、私たちが未来に対して何を選択すべきかを問いかけてきています。世界的にも核や戦争の恐怖がまだ残っている中、この映画のメッセージは非常にタイムリーであり、見る者に深い感動を与えるでしょう。エンターテインメントとしても社会的メッセージとしても完璧に融合したこの映画は、間違いなく今後も語り継がれるべき傑作です。ゴジラマイナスワンがジャパンフィルムフェスティバルで上映されると聞いた瞬間、興奮が止まりませんでした。ゴジラファンとしてついに最新作がスクリーンに登場し、あの象徴的な方向をインドの劇場で聞けるなんて夢のようでした。しかし上映がフェスティバルだけでインド全土での劇場公開がないと知った時、正直失望しました。なぜこんなに素晴らしい作品を大規模公開しないのか、インドでもゴジラファンは多いのにそのチャンスを奪われた気持ちです。ウェブ配信で鑑賞した今作は驚異的でした。ゴジラの姿は過去作品をしのぐ圧倒的な威圧感で、
自然の力と人類の脆さをまざまざと見せつけました。映像に映し出される破壊の光景はただのエンタメではなく、反戦反核のメッセージが強烈に伝わってきました。私たちも核の問題に直面しているだけに、この映画のテーマが痛いほど響きました。それだけに大規模公開しないという決定は本当に理解できません。インドのゴジラファンはもちろん、一般の観客にとってもこの映画は見る価値があります。映画のビジュアルは圧巻で、巨大なゴジラが都市を襲うシーンはまるで映像から飛び出してくるかのような迫力でした。そしてキャストの演技も素晴らしく、彼らの葛藤や恐怖がリアルに感じられ、物語に深みを与えていました。なぜこんなに素晴らしい作品がインドの劇場で公開されないのか、もっと多くの人々がこの映画を見て感じ考えるべきだと思います。この映画を見た瞬間、まさに言葉を失いました。インドでここまで素晴らしい作品が登場するのを待ち望んでいましたが、この映画は全ての期待をはるかに超えてきました。ボリウッド映画、ハリウッド映画に慣れ親しんでいた自分にとって、これほどまでに感情を揺さぶられる作品に出会うとは思っていませんでした。ゴジラマイナスワンは単なる怪獣映画ではなく、人類の歴史、戦争、そして核という現代の問題を深く掘り下げた傑作です。まず、ゴジラのビジュアルが圧倒的で、凄まじい迫力がありました。ハリウッドの大作にも匹敵する、いや、それを超えるクオリティです。ゴジラが都市を破壊するシーンは単なるアクションではなく、破壊と再生のメタファーとしても描かれ、見ている側に深い感銘をもたらします。そして、物語の背後に流れる、反戦反核のメッセージが、映画をただのエンターテインメントから一段とレベルを高めているのです。この作品は戦争や核の脅威が現代でも続いていることを私たちに思い出させます。ゴジラは人類の過ちの象徴であり、その圧倒的な力と破壊は自然の怒りと人間の愚かさを描写しているように感じられました。ハリウッド映画のように派手な演出や爆発だけに頼るのではなく、ゴジラというキャラクターを通じて深いメッセージを伝えている点がこの映画の凄さです。キャストの演技も見事でした。彼らの心情などが言葉を使わずともリアルに描かれており、単なる怪獣映画ではないことがよくわかります。特にゴジラという巨大な存在に対峙する人間たちの弱さと、それでも戦わざるを得ない絶望感が胸に迫ってきました。この映画は単なる娯楽を超えた心に深く残る映画です。ハリウッドの大作以上に人間として考えさせられる作品に出会えたことに感謝しています。この映画が成し遂げた偉業は、戦後の日本を描いた感動的な家族の物語とともに見事にスクリーンに表現されています。荒廃した戦後の日本で生き残った家族が復興へと歩み出す姿は、伝統的な価値観と名誉がどのように進化したかを示し、観客に深い感動を与えます。男性俳優たちの日本的な演技は、その誇り高き姿勢が作品全体に力強さをもたらし、感情的に心を揺さぶるシーンを完璧に演出しています。過剰な演技ではなく、その表現の豊かさが物語の深みを際立たせ、視聴者の心に深く響き渡ります。またこの映画ではゴジラが再び真の脅威として描かれています。彼の存在は圧倒的で、人間の技術など全く歯が立たないほどの恐怖を喚起します。特殊効果にかけられたリソースに限界があるにもかかわらず、ゴジラの恐怖感は一切損なわれることなく、その圧倒的な存在感で観客を圧倒します。彼の脅威はスクリーンを通じてリアルに伝わり、ゴジラという存在が持つ純粋な恐ろしさが、まさに怪獣映画の原点を思い出させます。さらにこの映画は2つの物語を見事に交差させています。一つは戦後日本の復興のストーリーであり、もう一つは怪獣アクション映画としての圧倒的なスケールです。日本映画ならではの重厚なテーマと、ハリウッド映画とは異なる壮大なビジュアルの融合は、見る者に新たな驚きを与えるでしょう。今作の破壊描写は視覚的に圧倒的で、まさにゴジラを恐怖の象徴として完璧に描いています。
クリストファー・ノーランが驚愕するほどのレベルに到達しているのです。ゴジラマイナスワンは感動的なストーリーと圧倒的なビジュアルで怪獣映画の新たな歴史を切り開く偉大な作品です。この映画は SF ファンにとって夢のような傑作であり、70年ぶりに現れた最高のゴジラとして称賛されるにふさわしい存在です。ゴジラというカルト的な神話の象徴的な要素を全て網羅しており、観客の心を強く揺さぶります。第二次世界大戦の終結や原爆投下後の日本の復興という歴史的な背景を巧みに織り交ぜ、物語に重厚な深みを持たせています。その雰囲気はただドラマチックという言葉では片付けられないほど壮大で、まるで海の底から蘇る伝説が地上に再び恐怖をもたらすかのようです。この圧倒的なスケールと深みのあるテーマ性により、ゴジラマイナスワンはまさに怪獣映画の頂点に君臨する作品となっています。さらに一握りの男たちが見せるヒロイズムは冒険をさらに崇高で壮大なものへと昇華させています。限られた予算の中で作り上げられたこの映画は、スターシステムに依存する現代の映画界に対して真の映画制作の教訓を示しています。監督とキャストが生み出したこの作品は大スクリーンで見るべき映画であり、その壮大な映像美と演出は一度見たら忘れられない体験を約束します。ゴジラマイナスワンは映画ファンにとっても SF ファンにとっても必見の傑作であり、その深いテーマと緻密な映像表現は映画史に新たな1ページを刻むこととなるでしょう。この作品はまさに宝石、傑作、マスタークラスといった称賛の言葉にふさわしいものでした。映画制作費がハリウッドの10分の1だと聞きましたが、その予算でこのレベルの作品を作り上げたのは驚異的です。近年の多くのブロックバスター映画を見直すべきだと感じるほどの完成度で、まさにゴジラ映画が新たな高みへと到達しました。この映画の魅力は巨大怪獣が登場するたびに感じる恐怖感にあります。ゴジラがスクリーンに現れる瞬間の圧倒的な存在感と恐怖は観客の心に深く刻まれます。また俳優陣の素晴らしい演技が作品全体を引き締め、音楽も各シーンに完璧にマッチしています。視覚効果は息を呑むほどの美しさで、ゴジラという怪獣の恐怖と威厳を見事に表現しています。アカデミー賞を受賞した理由がこの作品を見れば一目瞭然です。ストーリーは非常に感動的で、特に人間の視点から撮影されたゴジラのシーンが作品にさらに壮大さをもたらしています。まるでその場にいるかのような没入感があり、観客を映画の世界に引き込みます。涙を誘う感動的な瞬間もあり、物語は人間ドラマと怪獣映画の融合が見事に成し遂げられています。唯一の残念な点は、この映画がもっと長く続かなかったことです。あまりに素晴らしく、もっと見たいという気持ちを抑えきれません。この作品に携わった全ての人々に感謝の気持ちでいっぱいです。ゴジラマイナスワンは全ての映画ファンにとって必見の作品です。ゴジラマイナスワンは間違いなく見る価値がある楽しい映画です。もしあなたが視聴を検討しているなら、迷わずこの映画を楽しむべきです。実際この作品は非常に優れており、深いテーマを持っています。特に主人公のパイロットとゴジラの関係を描く部分は、非常に興味深い視点を提供しています。日本と西洋が持つ特攻隊に対する歴史認識の違いを探る点は、思った以上に鋭く、もっと深く探求する価値があると感じました。第二次世界大戦の歴史を扱う映画として、このテーマは太平洋戦争経験者やその戦場にいなかった観客にも強い印象を与えます。映画オッペンハイマーが原爆の文化的影響を描いたように、ゴジラマイナスワンもまた戦争描写を通じて当時の機関兵たちが直面した現実を描き出しています。もちろんゴジラの圧倒的なビジュアルと迫力ある描写を楽しみに鑑賞するのも素晴らしい選択です。しかし見終わった後には、第二次世界大戦と日本の関係についての考察を心に刻むことになるでしょう。この映画は歴史的テーマと壮大なエンターテインメントを融合させた非常に満足度の高い作品です。
この映画は感動的でエキサイティング、そして恐怖が巧みに織り交ぜられた傑作です。単なる怪獣映画を超えたストーリーテリングが光り、その中でも特に目を引くのは戦後の日本と生存者たちの物語がゴジラの恐怖と緊密に絡み合っている点です。ゴジラの破壊的な怒りと予測不能な行動は映画のハイライトであり、その一方で戦争からの帰還者たちがこの巨大な脅威にどう立ち向かうのかというテーマが作品に深みを加えています。特に印象的なのはゴジラが小さな船を追いかけるシーンです。この瞬間の緊張感と恐怖は観客の記憶に強く残り、ゴジラという存在の圧倒的な脅威を体感させます。またこの映画はゴジラ映画の中でも初代に匹敵する名作とされ、単なる怪獣映画という枠を超えた豊かな感情表現と恐怖を兼ね備えた作品とも言えます。様々なシーンでゴジラの怒りと知性がクローズアップで描かれ、彼の圧倒的な存在感が見事に表現されています。まさに恐怖の象徴であり、反戦と反核のメタファーと言えます。この映画は平和な世界が訪れることを願う人々の思いが込められています。映画全体のストーリーラインはしっかりとしており、キャストの演技も非常に優れていて、見る者を最後まで引き込む力があります。劇場での上映は特に迫力があり、私もこの映画をスクリーンで鑑賞しましたが、その経験は素晴らしいものでした。上映後ロビーは映画について熱く語り合う観客で溢れていました。この映画はできるだけ大きなスクリーンで見るべき作品であり、語り継がれていくべきなのです。音楽面でもオリジナルのサウンドトラックが使用されている点が嬉しく、作品に一層の深みを与えています。この映画に携わった全ての人が賞賛に値し、彼らの努力が見事に形になった素晴らしい作品だと感じました。心から感謝したいと思います。この映画を鑑賞してから他の映画を鑑賞する気持ちが一時的になくなってしまいました。それくらいの衝撃を受けた作品です。第二次世界大戦直後から始まるストーリーは、学生時代に得た知識とはまた違う真の戦後の日本を見せてくれました。どこまでも続く戦火の痕跡、非常に胸が痛くなりました。しかしその中にも小さな希望が芽生える瞬間があり、ほっとするのです。戦争を生き延びた人々に襲いかかる新たな苦難、それがゴジラです。ゴジラは人間同士の意味のない争いのために製造された兵器により生まれてしまった悲劇的な存在です。つまり彼も戦争の被害者なのです。ゴジラが咆哮するたびに高揚感に合わせて、なぜか悲しげな雰囲気を感じました。きっとゴジラもその悲しみと怒りをぶつける対象を探していたのでしょう。武器を持たない人々が団結してゴジラに立ち向かう姿は、勇気をもらえるのと同時に日本人の力強さを感じる場面でした。戦争に災害など様々な苦難を乗り越えてきた日本という国は何度でも立ち上がる、そんなメッセージを受け取った気がします。武器を持たない人々が団結してゴジラに立ち向かう姿は、勇気をもらえるのと同時に日本人の力強さを感じる場面でした。戦争に災害など様々な苦難を乗り越えてきた日本という国は何度でも立ち上がる、そんなメッセージも受け取った気がします。本当におすすめの一本です。この映画は怪獣映画とヒューマンドラマが見事に融合した究極の作品です。友人から劇場で多くの人々が涙を流していたと聞いたときは正直信じられませんでしたが、自分で鑑賞してその疑問は一瞬で吹き飛びました。映画が終わった後、心に残る深い感動を誰かと共有せずにはいられなくなり、それがこの映画の力強さを物語っていると感じています。メキシコではこのような映画がヒットするのは稀ですが、ゴジラマイナスワンは完全に別格です。この作品には星5つでは全く足りません。すべての映画学校の教科書に記されるべき教訓がここにはあります。素晴らしい映画を作るのに巨額の予算は必要ない、必要なのは才能と情熱、そして観客を深く理解し尊重することだと。この映画はゴジラが登場しなくても独立した作品として非常に優れていると断言できます。キャストの演技は見事で、
キャラクターたちの成長や感情の変化、そして彼ら同士の深い相互作用が物語を一層引き立てています。登場人物の一挙一動がドラマを形成し、その細部に至る演技の巧みさが物語全体を感動的なものにしているのです。観客の心を揺さぶるこの傑作は間違いなく映画史に残る作品であり、ヒューマンドラマとしても一級品です。この映画は全ての人々が見るべき作品であり、その魅力を一度体験すれば誰もがこの感動を誰かと共有したくなるでしょう。ゴジラマイナスワンは破壊的なアクションと圧倒的な特殊効果だけじゃなく、その背後にある深い感情と人間ドラマで観客の心を揺さぶる作品です。怪獣映画でありながら、あえて怪獣そのものを主役から外し、戦後の混乱と復興を生き抜く人々の感情的な側面に焦点を当てたこの映画には、想像以上に心を打たれました。ハリウッド映画が提供する派手なアクションとは一線を画し、登場人物の感情の変化や彼らの苦しみ、希望に寄り添うように描かれているため、観客は自然と彼らに感情移入せざるを得ません。戦後の日本が抱える深い悲しみや再生への苦悩をゴジラという象徴的な存在を通して表現しており、まるで自分自身も彼らと共にその時代を生きているかのように感じました。映像の美しさは息を呑むほどで、広大なショットと緻密な VFX が相まって、見るものを圧倒的な世界へと引き込んでくれます。特にゴジラの姿が画面に現れる瞬間、その巨大さと恐怖が直接心に迫り、ただの怪獣映画を超えた映像体験を提供してくれます。正直大きな期待を抱いて映画館に足を運びましたが、その期待をはるかに上回る出来栄えでした。見終わった後には深い感動が胸に残り、まさに2023年の最高傑作と言えるでしょう。映画の新たな可能性を感じさせるこの作品、ぜひ全ての映画ファンに見ていただきたいです。この映画はただの怪獣映画ではありません。もちろん巨大な怪獣が街を破壊し、人々がその脅威に立ち向かう壮絶なシーンはありますが、この映画の真髄はもっと深いところにあります。物語の中心にあるのは、一人の男が自分自身と過去にどう向き合い和解していくかという内面的な戦いです。これは人類とゴジラの衝突を超えて個人の再生と自己需要を描く感動的なドラマなのです。主人公は戦争を生き延びた男で、彼の苦悩は映画の核心を成しています。彼は過去の亡霊と向き合い、自分を許せないでいる。そんな彼の旅は怪獣との戦いと同じくらい強烈でドラマチックです。最終的に彼が自己和解の方法を見つける姿は、見る者の心に強く訴えかけ感動を呼び起こします。この人間ドラマは従来のゴジラ映画にはない奥深さを持っており、この映画をまさに異色の作品にしています。さらに特殊効果のレベルは圧巻で、視覚的に驚くべきクオリティを誇っています。ハリウッドの大作と比べても、その細部にわたる緻密さと迫力ある演出は観客を圧倒するに違いありません。映像美だけでなく、キャラクターの感情がスクリーンを通じてダイレクトに伝わってきて、心を揺さぶられる瞬間がいくつもあります。ぜひ見て感じてください。この映画は迫力ある怪獣アクションと魅力的なキャラクターが見事に融合した作品です。観客を圧倒するスペクタクルはもちろん、物語に深みを与える登場人物たちの人間性がこの映画をさらに際立たせています。私がこの映画で最も心を打たれたのは、危機に直面した彼らのリアルで説得力のある感情描写です。単なるアクション映画にとどまらず、登場人物一人一人が持つ葛藤や成長が物語の中心に据えられているんです。そしてタイトルにもなっているゴジラは圧倒的な存在感を放ち、その恐怖と破壊力が観客に強烈な印象を与えます。巨大で驚異的なゴジラの描写はまさにスクリーンを支配し息を呑むほどです。ただただ恐ろしく怖い存在でした。個人的に印象的だったのは、
主人公が戦闘機を修理するために整備士に助けを求めるシーンです。確かに少し急ぎ足に感じられる部分はありましたが、それでもその場面には重要な意味が込められており、感動を呼び起こす瞬間でした。映画全体の感動的な物語を壊すことなく、さらにキャラクターの絆を強調するものとなっています。この作品は単なるアクション映画の枠を超え、悲しみ、愛、成長といった普遍的なテーマを見事に描いています。その深さと丁寧な描写は観客に強く訴えかけ、予想以上の体験を提供してくれます。まさにこの映画はあらゆるビートを巧みに理解し、観客を感動させる力を持っています。間違いなく死ぬまでに見るべき一作です。ゴジラマイナスワンのモノクロ版のゴジラマイナスワンマイナスカラーは、まるで古典的な怪獣映画へのラブレターのようだ。最初に感じたのはそのノスタルジックなモノクロの美しさだ。1954年の初代ゴジラが与えた衝撃と恐怖を現代に蘇らせることに成功しているし、まるで当時の観客になった気分でスクリーンを見つめることができた。ゴジラの登場シーンは圧巻で、影と光の絶妙なコントラストが彼をただの怪獣から恐るべき存在へと昇華させている。この映画は視覚的に圧倒されるだけではなく、メッセージ性も強い。初代ゴジラが核の恐怖を描いたのに対し、今作は現代社会の環境破壊や人類の愚かさを鋭くついている。そのテーマは米国人の僕にとっても普遍的なもので、共感せずにはいられない。とはいえモノクロが苦手な観客には若干退屈に感じる部分もあるかもしれない。特に CG 満載のカラフルな現代映画に慣れた若い世代にとっては派手さに欠けると感じるかも。しかしそれこそがこの映画の魅力だ。過度な視覚効果に頼らず、物語やキャラクターの内面に焦点を当てるこの作品は深い感動を呼び起こす。ゴジラマイナスワンのモノクロ版はただのモノクロ映画ではない。過去のモンスター映画へのオマージュであり、同時に現代の問題に対する警鐘を鳴らす新しい作品だ。ゴジラファンならずとも映画ファン全員に見てもらいたい作品だ。今作はモンスター映画の枠を超え、まさに心に響く作品だ。この映画を見るとモノクロの映像美が心の奥底にある感情を揺さぶる。この作品が持つ独特の緊張感と恐怖感は、まるで黒澤明の映画のように深いテーマを内包している。羅生門や七人の侍のように表面的なストーリーの背後に人間の食材といった普遍的なテーマが潜んでいるのだ。ゴジラは単なる破壊の象徴ではなく、人間の行動が引き起こした結果としての怪物だ。彼の登場シーンはまるで黒沢映画の主人公たちが直面する運命のように、逃れられない悲劇を伴っている。モノクロの美しさはそのゴジラの存在感をさらに際立たせ、彼の圧倒的な力がもたらす恐怖がリアルに感じられる。映画の中でのゴジラの破壊行為は客にとってはただの視覚的な刺激ではなく、環境問題や人間の無知に対する警鐘として響く。これこそが黒沢監督の作品との共通点であり、深い哲学的なメッセージだ。またモノクロの映像は現代の派手な CGI に慣れた目には新鮮で、シンプルながらも非常に力強い。視覚効果に頼るのではなく、演出や音響で恐怖を伝える手法は黒沢映画に通じるところがある。この映画はモンスター映画としての娯楽性だけでなく、深い感情とテーマを持った作品として楽しむことができる。今作は感情的で哲学的な深みを持つ素晴らしい映画だ。黒沢明監督の作品を思わせるような人間ドラマと恐怖の交差が見る者に強い印象を残す。これはモンスター映画の新たな可能性を感じさせる作品だ。ゴジラマイナスワンのモノクロ版はまさに怪獣映画の芸術的昇華だ。鑑賞した際には単なるエンターテイメントを超えた深い
哲学的テーマに引き込まれる。モノクロの映像美は時代を超越しながらも核の恐怖と人間の傲慢さというテーマを鋭く浮き彫りにしている。まるで1954年の初代が持っていた不気味さと存在感を現代に呼び戻したような感覚だ。初代ゴジラは反戦、反核の象徴であり、人類が制御不能な破壊力を目覚めさせた結果として描かれているが、今作のゴジラも間違いなくそのメッセージを持ち合わせている。哲学的な視点から言えば、この映画は自然と人間の衝突を描いた物語とも言える。ゴジラは単なるモンスターではなく、人間の行動が引き起こした罰としての存在だ。その姿をモノクロで表現することにより、作品全体に神話的な重厚感が増し、ゴジラが持つ破壊的な力が一層リアルに感じられる。一方で娯楽としての要素も見逃せない。ゴジラの登場シーンや都市を壊すシークエンスは圧倒的な迫力と緊張感で観客を引きつける。モノクロだからこそゴジラが人々に与える恐怖や破壊の象徴として描かれる様子はどこか詩的ですらある。このモノクロ版は傑作だ。断言できる。私が初めてゴジラマイナスワンのモノクロ版を見たとき、心臓が凍りついた。これはただの映画ではない。これは時を超えた芸術であり、魂の叫びだ。白黒の映像美が見慣れたゴジラの世界を全く異なるものに変えてしまう。その一つ一つのフレームは、まるで恐怖そのものを具現化したかのように重々しく、観客を逃さない。黒と白のコントラストが東京の瓦礫の中で破壊と混乱の中に生まれる絶望感を何倍にも増幅するのだ。ゴジラが水面から姿を現すシーンでは光と闇が交差し、その無言の破壊者がゆっくりと現れる瞬間はただの映画的体験を超えている。あの目の冷たさ、無慈悲な動き、ゴジラが一歩一歩を踏み出すたびに、まるで自分自身の存在が崩れ落ちるかのような感覚に襲われる。音楽すら必要ない。ゴジラの方向と壊滅する都市の音だけが心にずしりと響いてくる。モノクロの選択がこの作品に与えた深みは想像以上だ。色彩が奪われた世界の中で、観客は登場人物たちの恐怖や絶望に直面することを余儀なくされる。光が消え、闇だけが残った時、私たちは人間の弱さと恐怖を真正面から受け止めなければならない。そしてその中でゴジラという存在が単なる怪物ではなく、自然や運命そのものとしての象徴へと昇華されるのだ。特に印象に残ったのは主人公たちが避難するシーン。瓦礫の中を走り回る人々、彼らの絶望的な表情がモノクロの映像によって強調されている。まるでドキュメンタリーを見ているかのようなリアルさで、観客はその瞬間を体験する。ゴジラが人間社会に与える破壊だけではなく、その影響が個人の人生にまで及ぶことを、このモノクロ映像は余すことなく描き出している。そして最後の決戦、モノクロの映像は核の影響をこれ以上ないほど鮮烈に描く。光のない終焉、救いのない未来を予感させるラストシーンは、観客を放心状態にさせる。この映画はただの娯楽ではない。これは時代を超えて語り継がれるべき深遠なメッセージだ。ゴジラマイナスワンのモノクロ版は、ゴジラというキャラクターに新たな命を吹き込んだ。恐怖、破壊、そしてその背後にある人間の無力さを、これほどまでに鮮明に表現できる映画は他にない。この作品はゴジラファンにとっても映画愛好家にとっても見るべき作品である。ゴジラマイナスワンのモノクロ版はまるで心の奥底を引き裂くかのような衝撃を持つ作品だ。まず言わせてほしい。この映画はただの怪獣映画じゃない。これは人間が引き起こした過去の過ち、特に戦争の恐怖と核の脅威を映し出す冷徹な反映だ。それが白黒の映像という形式で強調され、観客にさらに深く突き刺さるんだ。ゴジラが初めて姿を現す瞬間、私の思考は止まった。巨大な怪獣が
無音の海からゆっくりと出現し、その後都市を無慈悲に破壊していく。モノクロだからこそその破壊はリアルであり、痛々しいほどに感じられるんだ。ゴジラの方向はまさに戦争の継承であり、人間の緩慢さへの応報だ。核兵器がいかに恐ろしいか、この映画を見れば一瞬で理解できる。しかしそれだけじゃない。この映画は娯楽としても最高だ。ゴジラがビルを壊し街を踏みつぶすシーンは迫力満点で、思わずポップコーンを落としそうになるくらい圧倒される。巨大な怪物が街を巡臨するシーンを白黒で見るのは、最近のハリウッド映画とは全く違う体験だ。あの不気味さ、そして無力さは観客に直接響く。そして映画の背後にあるテーマは非常にシリアスだ。モノクロの映像で映し出されるゴジラ襲撃後の街並みは、核爆発後の荒廃した世界そのものを象徴している。戦争がもたらしたのは色を失った世界であり、その中で生き延びようとする人々の姿がゴジラの襲撃に置き換えて描かれている。これは決して過去の話ではなく、今でも私たちが直面している問題だ。戦争が終わったとしてもその爪痕は消えない。この映画はそう語りかけている。ゴジラマイナスワンマイナスカラーはモノクロで描かれることで一層深みを増し、恐怖と楽しさを同時に届けてくれる。戦争への鋭い批判とモンスター映画としてのド派手な娯楽要素が融合したまさに傑作だ。見終わった後心が揺さぶられ、世界の見方が少し変わるだろう。ゴジラマイナスワンマイナスカラーは心を揺さぶる傑作だ。白黒の映像はただのスタイルじゃない。戦争の悲劇、核の恐怖、そして人間の愚かさを強烈に感じさせる力を持っている。ゴジラが都市を破壊していくシーンはまるで第二次世界大戦後の荒廃を見ているかのようだった。白黒だからこそその破壊と無力感が痛烈に伝わってくる。ゴジラはただの怪獣ではなく、反核の象徴、反戦の象徴なのだ。だがこの映画は重いテーマを持ちながら最高のエンターテインメントでもある。ゴジラが登場するシーンでは全身の血液が沸騰しそうになる。モノクロ映像が逆にゴジラの恐ろしさを倍増させ、リアルな恐怖を感じることができる。そして戦争批判が根底にありつつも、観客を飽きさせることなく最後までスリル満点な点も素晴らしい。戦争や核の影響を考えさせられつつ、ゴジラの破壊を見て歓声を上げてしまう。本作はその両方を完璧に融合させた映画だ。この映画は戦争の爪痕を忘れないためにも、そして純粋に楽しむためにも何度でも見る価値がある。この映画は5つ星映画そのものだ。ゴジラマイナスワンは映画の歴史を変えたと言える。これまでモンスター映画はジャンル映画の中でも気楽に楽しめるコンテンツとして不動の位置をキープしていたが、ゴジラマイナスワンは別次元の作品だ。この映画で描かれるのはモンスターによる破壊行為だけではない。絶望的な状況から未来を希望に変える一人の男の人生と、ゴジラという存在をメタファーとした戦争という悪夢の愚かさだ。こういったコンテンツに道徳的要素は必要ないという意見もあるが、果たしてそうだろうか。道徳的な側面もエンターテインメントとしての側面も持ち合わせているゴジラマイナスワンという作品は多くの人々に受け入れられた。それがその答えだろう。世界は暗い影に満ちているが、人間は団結すればどんな苦難も乗り越えられる。私はこの映画からそのメッセージを受け取った気がする。大傑作だ。おすすめするよ。ゴジラマイナスワンは怪獣映画の枠を超えている。反戦映画でもあり、人間ドラマでもあり、サクセスストーリーでもあり、ラブストーリーでもある。様々なジャンルミックスが的確な配分で行われており、完璧なバランスで成り立っている。特攻隊というデリケートな話題をあえて物語の中心に置くことで、日本という国が戦争をどう捉えていたか、国民はどう受け止めていたのかを、ゴジラという恐怖の象徴を通じて全世界にメッセージとして発信していた。人によっては
ただの怪獣映画になるかもしれない。しかし知識をつけることによりこの映画の様々な側面を理解できてこの映画の本質を感じることができる。戦争という過去の悲劇を忘れてはいけない。ゴジラはそれを伝えるために今の時代に復活したのだ。鑑賞後は涙が止まらなかった。この映画を制作した日本のスタッフを心から尊敬する。これからも素晴らしい作品を手掛けてほしい。ゴジラマイナスワンを鑑賞して私の価値観は大きく変化した。PTSD を題材にしているこの映画は戦争という悲劇をフィクションとノンフィクションの絶妙な狭間で的確に表現している。モンスターパニック映画でこんなことができるとは思いもしなかった。私の中ではゴジラはもっと気軽に見れる娯楽映画の一つだったのだが、この映画を鑑賞してその考えは大きな間違いだったと気づいた。ゴジラマイナスワンは戦争に対する日本人の心の叫びと平和を願う気持ちそのものを表現している。何度も打ちのめされても立ち上がり、力を合わせて困難に立ち向かう。ゴジラに対して武器を持たずに民間人が戦いを挑むシークエンスは、SNS が発展し、他者を簡単に傷つけることができる、現代の人々に足りていないものだと感じた。もっと多くの人に鑑賞してほしい。この映画は傑作だ。ゴジラマイナスワンマイナスカラーを鑑賞した。カラー版のゴジラマイナスワンは名作なのは周知の事実だと思うが、モノクロ版は今作にまた新たな価値を与えている。あまりにも自然なモノクロ着色は、この映画を1950年代に制作されたものと錯覚させてくるレベルだ。音声と映像をさらにレトロトーンに加工すれば、間違いなく過去の名画の仲間入りを果たすだろう。ゴジラの登場シーンはモノクロになったことにより、さらにはっきりと細かい描写がわかるようになり、作り込まれた背景のディティールへのこだわりがさらに伝わってきた。人間のキャラクターの会話シーンは黒澤明の映画を連想させてくる。山崎監督は意識をしていたのかはわからないが、黒澤映画と通ずるものが本作にはあると私は感じている。また終戦直後の日本の再現度が高いので、モノクロにしたことでさらにリアリティが増したのだろう。1954年のオリジナルのゴジラと合わせて鑑賞することでまた色々な発見がありそうだ。素晴らしい体験ができた。モノクロ映画として制作されたわけではないゴジラマイナスワンをわざわざモノクロにするという理由は私には最初思いつかなかったが、鑑賞してその意味が分かった。映画自体を原点回帰させているんだ。オリジナルのゴジラは戦争、核兵器に対するメタファーとしてモノクロ映画として登場した。1954年に制作された作品だが、今鑑賞しても実に恐ろしい作品だ。ゴジラマイナスワンはゴジラのリブート作品であり、新たな誕生要因を描いているが、根本的なテーマは変わっておらず、戦争、核兵器に対するアンチテーゼだ。このモノクロ版は監督が発信しているそのメッセージをさらに強めている。劇中に登場するバラックや瓦礫の山をはじめとする戦争被害を象徴するものはモノクロになり、まさに本物のように見えた。作品のテーマを押し出すために色をなくすという決断をしたのはとても的確な判断だ。漆黒の海から現れるゴジラは恐怖そのものだ。モノクロ版とカラー版は全くの別物と言える。そして私はモノクロ版の方が好きだ。一度鑑賞することをお勧めする。私にとってゴジラマイナスワンは価値観を大きく変えてくれた作品だ。モンスターパニックとヒューマニズムの巧みな融合が新たな価値観を構築して映画界に旋風を巻き起こしたのだ。その映画のモノクロ版を今回鑑賞したのだが、素晴らしいという言葉で片付けるのは惜しいほど完璧な別バージョンだった。総じてモノクロ映画というのはカラーがない分、役者の演技、セットの精巧さ、ロケ地の見せ方などにこだわる必要があるのだが、今作ではもともとカラー映画だったとは思えないほど、そこも
洗練されていた。ゴジラが登場するシーンはモノクロだからこその恐ろしさに満ちており、反戦反核の象徴的な存在であることがこれでもかと伝わってきた。単純なモンスター映画としてもクオリティが高いのだが、今作はジャンルを超えて映画としての完成度が非常に高いと言える。だからこそモノクロ版が成立したのだろう。本当に素晴らしい作品だ。ゴジラマイナスワンの鑑賞は心に深く響くセンセーショナルな体験でした。一人のアメリカ人としてゴジラというキャラクターは幼少期から親しんできた存在ですが、この映画はまさにゴジラの原点に立ち返り、想像以上の恐怖と感動を与えてくれました。まず戦後の日本を舞台にしたリアルな描写が圧巻でした。戦争により全てを失ったことを短いシーンながらこちらに訴えかけてくる中年の女性の演技が強く胸を打ちました。そしてその残酷な時代の緊張感や不安が伝わってくると同時に、ゴジラという圧倒的な存在がまさにその恐怖の象徴となっています。ゴジラの登場シーンは鳥肌が立つほど恐ろしく、圧倒的なスケール感に圧倒されました。その圧倒的な力がただの怪獣ではなく、人類が直面する科学が発端となった自然の脅威として描かれており、その恐怖はスクリーン越しにこちらまで伝わってきました。本作で特に感動的だったのは登場人物たちの葛藤や絶望、そしてそれに立ち向かう勇気がしっかりと描かれている点です。ゴジラとの戦いは単なるアクションシーンではなく、人間ドラマとして深い意味を持っています。彼らの恐怖や苦しみがゴジラという強大な力に対する人類の弱さと、それでも立ち向かおうとする不屈の精神を象徴しているように感じられました。ゴジラマイナスワンは単なるエンターテインメントを超えた作品であり、見終わった後もしばらくその余韻が残る感動的な映画でした。一度鑑賞したら必ずやその魅力に引き込まれること間違いなしです。このゴジラ映画は深い感動と懐かしさが交差する特別な映画体験をさせてくれました。幼少期に親しんだゴジラの存在がこの映画で再び生き返ったように感じられ、心が熱くなりました。今はもう亡くなった父の膝に乗って一緒にビデオテープでゴジラの映画を鑑賞したことを思い出しました。ゴジラマイナス1では1940年代の日本の雰囲気が忠実に再現され、戦後の不安や希望が巧みに描かれています。この時代に戻ったような感覚はまるで古いフィルムのドキュメンタリーを見ているかのような錯覚を呼び起こしました。ゴジラのデザインや撮影手法は過去作品をリスペクトしつつ、現代技術でより迫力とリアリティを増しており、スクリーンにゴジラが現れるたびに胸が高鳴りました。幼い頃に感じた恐怖と興奮が蘇り、同時に映画の深いテーマに心を打たれました。この映画は破壊や絶望を売りにしているのではなく、そこから立ち上がる人々の強さ、そして平和への祈りをメッセージとして発信しています。鑑賞後には自然と涙と笑みが出てくるでしょう。ゴジラマイナスワンは最新のエンタメ映画です。でもそれと同時にゴジラと共に歩んできた思い出を大切にしてくれる感動的でノスタルジックな作品です。息子を膝に乗せて鑑賞して、今度は僕が思い出を作ってあげたいと強く感じました。ゴジラマイナスワンは本当に傑作であり、戦争と平和という言葉に対する哲学的な問いかけを投げかけてくる感動的な作品でした。ゴジラという存在は単なる恐怖の象徴ではなく、人間の自然に対する無力さや戦争、そして核兵器との対峙を象徴しています。この映画はその圧倒的な力が持つ意味について深く考えさせられる内容でした。復興を遂げた都市が一瞬にして破壊される様子は、
私たちの脆さや過信を浮き彫りにします。そして戦争という行為の愚かさをこちらに強く投げかけてきます。ゴジラに立ち向かう人々の姿は恐怖に屈しない勇気を象徴すると同時に無力感や不安がにじみ出ています。これらの感情は現代社会が抱える社会的な問題ともリンクしており、鑑賞中に深い考察を促してきました。この映画は視覚的な迫力とともに私たちに生きる意味や戦争と平和、そして自然との共存について考えさせる道徳的な映画とも言えます。後世に語り継がれるべき作品と言えるだろう。ゴジラマイナスワンをとうとう劇場で鑑賞することができた。今作は日本初の巨大怪獣映画が米国アカデミー賞を受賞したということで大きな盛り上がりを見せていたことが記憶に新しい。ネットフリックスでの配信が始まり早速鑑賞したのだが、実に素晴らしい映画だった。エモーショナルな感情が奮い立つストーリーに、そこに込められたメッセージとゴジラの強烈な破壊のインパクトに私はノックダウンされた。その映画を劇場で鑑賞できると聞き早速 IMAX で鑑賞したのだが、声を失うほどの衝撃だった。ゴジラが方向するたびに座席は震えて、あの印象的なテーマが流れるたびに会場の興奮が一体感となって伝わってきた。上映後には大勢が拍手していた。本当に素晴らしいエンターテイメント作品だ。本日私はゴジラ70周年記念ということで、生まれて初めて1954年の初代ゴジラとゴジラマイナスワンの2本立てを IMAX シアターで鑑賞することができました。ゴジラマイナスワンを映画館でまだ一度も見たことがないのなら、この映画を見たことがないのと同じことです。ネットフリックスでの配信よりもさらに魅力的なシネマティックパワーを体験することができました。世界の観客がなぜこの偉大なゴジラ映画を愛してやまないのかはっきりと理解できて、より大きな映像と臨場感あふれる音響を目の当たりにして、この映画がさらに好きになりました。1954年の初代鑑賞の直後にゴジラマイナスワンを鑑賞したのが良かったです。この映画は驚異的であり最高のゴジラ映画だが、初代も合わせて2本とも怪獣同士が戦うのではなく人間対自然の脅威を描いた思慮深く説得力のある真のゴジラ映画であることに変わりはない。この偉大なゴジラ映画の公開に立ち会えたことをとても嬉しく思います。この映画は劇場で鑑賞するべきだ。私はネットフリックスで配信された際に繰り返し視聴して、この作品の持つ驚異的なパワーと感動的なストーリーに魅了された。しかし IMAX 鑑賞ではその魅力がさらに高まり、別次元の映画へと昇華している。あまりの迫力と音の圧力に圧倒された。本作は第二次世界大戦直後を舞台にしたデリケートな設定だが、ゴジラという存在がそこに娯楽性に加えて反戦というメッセージを加えている。この映画を鑑賞した際には道徳心と好奇心と興奮が同時に巻き起こるという不思議な経験をするだろう。これはただの怪獣映画ではない。鑑賞したことのない人は絶対に一度は見るべき映画だ。最後までご視聴ありがとうございました。大ちゃんの映画部屋では引き続きゴジラコンテンツを全力で押していきます。皆さんも一緒に押していきましょうね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。